そうそうそう、こんばんは、こんばんは、お疲れさん、こんにちは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、お疲れさんです、こんばんは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 、ありがとう、こんばんは、またやんの、ね、さっきと変わってるよ、こんばんは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 、変え投げに来ました、はい、投げ銭もらいに来ました、こんばんは、寝た、こんばんは、こんばんは、どうしたのって、金もらいに来たんで、いや、じゃあ今も来て、こんばんは、こんばんは、こんばんは、お疲れさす、寝た、ご機嫌いかが、頭がすっきりしてございます、こんばんは、今起きた、さっき起きた、替えだけ投げに来ました、ありがとうございます、こんばんは、はい、一応お金だけもらいに来たんで、さっさと替え投げてください、お疲れ様、こんばんは、頭痛とかしてない、体はめちゃめちゃ痛いって、体も全身疲労してるよ、テンション低いなって、昨日だから名古屋で全部出し切ったっつったの、こんばんは、昨日名古屋で全部残さないだし、昨日名古屋のライブで全部出し切ったの、それでもう全身もうほんと満身創痍で、俺今日一日中ここにいるから、ちなみに。お疲れ様、日帰り温泉です。今回も頑張りましたね。だからお金ください。コンさん、ゆっくり休んでください。昨日ライブ手つなげた。そんな一日もあっていいさ。私もライブでジャンプすぎて筋肉痛やばいです。布団行ってない。お疲れ様。今日は相性いいね。今日は朝、今日は流れ的に説明すると、名古屋から昨日名古屋でものすごいライブをして、あ、精神薬ありがとうございます、満身創痍の子さんへありがとうございます、昨日名古屋でとんでもないライブをして、そのまま帰って朝の6時に家着いて、で朝の6時からツイキャスなんか3時間ぐらいやって、で朝9時に寝て、で夕方の4時ぐらいに起きて、でまた4時間ぐらい配信やって、で寝て、で今に至ります、ずっとここにいるわ、こんばんは、ずっとここにいる、名古屋来てくれて嬉しかったです、嬉しかったです、嬉しかったね、こんばんは、伝説のライブでした、老が追いつけない、老が見ても金くれ金くれって言ってるだけだよ、三部吸えるしご飯食べて、大丈夫、大丈夫じゃない、だから金くれ、大丈夫じゃない中で配信も頑張ってやってんだよ、名古屋すごかったでしょ、名古屋すごかったし、こんなに疲れて疲労してとんでもなくかわいそうで、そんな中配信やってるんだからお金くださいよ、はい、いっぱい寝てくださいね、いや、いっぱい寝てよ、だからさっき配信やってその後すぐ寝たよ、ここでこのままお布団行って、いや、ここも寝れるんで、ここも気持ちいい、ね、はい、ご飯食べてない、精神薬ありがとうございます。お菓子食べて。今日はノコキャス待つです、ね。ありがとうございます。あ、精神薬もあった、ありがとうね。名古屋のセットでエグすぎた。お金が薬。おせんべい。せんべいとプリングスとせんべい食べた。
寝てはいるの。めちゃくちゃ寝てるよ、ずっと。こんばんは、お疲れ様。お風呂入らない、入らないよ。お風呂なんか入ったら死んじゃえよ。お風呂入ってない。名古屋のログはまだ見てない。めっちゃ美味しい。今日お菓子しか食ってない。疲れてると食欲より睡眠になるよね。うん。でもね、ちょっとちょびっと相当ね、だからずっと一日中、さっきの4時間ツイキャスやったけど、ずっとこんな風に真っ暗な画面で雑談したから、ずっと寝てるから、寝ても覚めてもずっと寝てるから、精神薬ありがとうございます。なんか少し筋肉痛ちょびっとだけ収まった気がする。さっきの方がやばかった。お金くれおばきゅうになっちゃうわ。それでいいよ。お金くれおばきゅうでいいよ。そう呼んでいいよ。妖怪金くれじじいって呼んでいいよ。夏のシャンはだるい。大丈夫なん？風呂入ってあったくして寝るのが一番疲れそう。疲れ取れそう。いやでもだからお風呂まで行くのが大変なんだって。だるいんだって。こんばんは。風邪ひかないように。金くれお兄さん。何が？なんでもいいよ別に。こんばんは妖怪じじい。最近配信多いね。金が欲しいから。ゴロゴロして。今日はまた寒いね。でも俺はこれ今電気毛布やってるから、見えるでしょ、電気毛布やってるからね。ずっともう電気毛布で生きてます。電気毛布やっぱ最強だよ。暖房なんか一切つけてないからね。電気毛布だったらもうこれ 1日3円で済むから。ずっとつけても一日中ずっとつけても3円で済むから。布団で温まってストレッチだから、ストレッチもできないんだって。そんな元気もこんばんはね、そんな記録があるわ。もうツイキャスするのが精一杯なんで俺は。だからライブ配信見えてかっこよかった、ありがとうございます。私も昨日ライブで手挙げて筋肉痛。電気毛布買う決心したよ。電気毛布して低温やけど、皆さんあれさっさとお茶爆投げてください。まあさっさとって言っても別に俺そんなすぐ終わりにしないけど配信。安いね電気毛布、ね、ゆっくり休んでね。お風呂あるだけでも寿命半分使うレベルに、こうやって喋るだけでもだって疲れるもん。こんばんは。地味に喋りするでしょ。のこをこうやってコメント読んで、のこさんは高収入なのにちゃんと節約して偉い。高収入まだまだ上目指しますよ。まだまだ上目指しますよ。はい。俺にはまだまだね、こんなもんまだまだよ。まだまだ上を目指すよ。毛布したのこさんと違って怠け者なっちゃう。喉大丈夫かな。喉大丈夫だよ。朝まで配信コースですか。そうっすね。のこさんの声大好き。はい。スマホ持ちっぱなし。スマホずっと持ちっぱなしだよ。こんばんは。配信嬉しいです。はい。お茶番ください。チェーンソーマン2期のオープニング期待してます。俺に言うね。ソニーに言えよ。ソニーにね、あれメールしろよ。明日の朝仕事行くまで配信しててほしい。じゃあお金ください。朝までやるんか。クソ寒いな今日。のこさん眠そう。いや今マジで起きたばっかりなんで、ね、マジで起きたばっかりなんで、ね、今3時まで寝落ちしないようにしなきゃ。朝の寝落ちのおさん可愛かったです。チェーンソーマンには楽しみ。天国かなって。何がリンゴジュースのも。だから結構もう歩くのもだるいよ。ずっとここにいるからね。せめてなんだ、せめてベッドで寝ればいいのに。これさっきずっと4時間雑談したじゃん。さっきここで4時間雑談したんだけど、ベッド行くのもだるくてここでそのまま寝た。水分取ってね。水分取ってね。水分はね、これがある。頑張って腕伸ばして。これ朝バナナだっけ。そう、よくない？ちゃんと頑張ればこうやって、こ
これ開けられるわ。これで頑張って。痛かった、今痛かった肩が、今肩が痛かった。とても疲れた。今まででもまた疲れたし痛かったし、頑張ったよ今。うん、そう、よしよしのお茶箱を。大丈夫、ぶつけてない。今すごい変な動きした。お茶箱アザースグッドナイト。今変な動き、変な動きした。無理な変な動きした。今みんなを喜ばせるために。丈夫よねって、丈夫じゃない、無理ないっす。ヒットポイントゼロではない、今100のうちの6ぐらいまで回復して。大阪行けない、行けなくないでしょ。うん、急に上に上げすぎだ。無理な動きしちゃダメだよ。無理な動きして楽しませようとしたから。お茶箱ください。どうしたの、お茶箱ください。こんばんは、喜びました。無理しないで。いや、もう無理して楽しませようとしたんだ今。野呂さんが痛かったら楽しくないよ。だから痛かったから楽しくないから、お茶箱ください。こんばんは、金食えれんこ。どんだけ言うねん。ありがとうね、エリクサーがあれば。ああ、ソファーで寝転んでライブになっちゃう。まあとりあえず今食べたいものは、なんだ？食べたいもの？特にけど食欲もそんないっぱいあるわけじゃないからな。横着で何？あんまやったぞ。野呂さん大好きだ。こんばんは。精神薬改ざんす。精神薬改ざんす。はい。精神薬改ざんす。今日は絞り取るからね、みんなから。大阪のライブの日、自分の誕生日だから。あ、お誕生日おめでとう。大阪ぶちかますから。今俺はこんなんだけど、こんなね、もうほんとやるぐらいね、はい、指さしてそんな状態だけど、大阪はもうね、もうそんな、もうとんでもない、もうひっくり返すから。ライブハウスをね、具体的にひっくり返すから、物理的に。うん、それまで貯めてるんで力。福岡も、うん、まず大阪な、うん、ビッグキャット、うん、ひっくり返すから。いやけどこういうもんなんだよ本当に。お茶爆発なんすけど HP 回復やからと、うん、なんか肌綺麗になった。何が肌なんてもともと綺麗だよ俺は。肌も顔も心も綺麗だよ俺は。目開いてるよ。目閉まって。ほぼ暗闇って。でっかい猫ちゃん。ビッグキャットな。ビッキャ結構広い。俺はだから、もう朝からの配信でずっと見せてるけど、朝、ずっと変わんないでしょ。だから俺ずっと本当に朝も昼も夜も深夜も、ずっと照明、家の中の照明具合、24時間ずっと同じなんですよ僕。これ本当に昔からそうなんだよ。これはだからね、なんでかっていうと、やっぱ俺明るいよりも暗い方が好きだから。あとは多分集中できるからなんだろうね。一番は暗い方が。遮光カーテンだよ俺もう。うん、そう、朝も昼も夜もずっとこれだよ俺。うん、落ち着く。そうだからお前らなんか明るくしてもっと顔見せろって言うかもしれないけど、こんばんは。うん、それはまあなんか考えるわ。なんかいろいろとなんか流れで考えるわ。暗め落ち着く。リビングのカーテンも変えてないよ。こんばんは。穴は魔物があげたんですか。いや僕がぶっ壊しました。こんばんは。外の生活をもなぜかしんどくなる。西日なぜ。お疲れ様です。こんばんは。はい、少しは眠れましたか。だから配信終わった後寝たよ。だから何時間寝たんだろう俺。
さ、今起きた、ほんと、今起きて配信つけたんだけど、俺何時間寝たの？知り合いの音楽関係の人もいつもくらい音聞くな。なるほど。カバンがついてる。でもたまに朝日を浴びると鬱になるし、青でもいい。一見、気分じゃなければ声だけでいいよ。いや、全然別に、何でもいいよ。猫のために少しカーテン開け、あ、何？猫のため？7時間くらい？ 3 時間くらい？ああ、さっき3時間か。3時間くらい？ 7 時間、どっちだよ。違う、7時間、どっち7時間、3時間、7時間、3時間で。何時まで？さっき夜8時くらいまで配信したの？だったら3時間くらいか。3時間、はい、こんばんは。3時間寝て、でもちょっとなんか体もね、ちょっとね、すっきりしました。夜からは3時間。ああ、名古屋のライブも動画アップされません。やっぴーリスカした気持ちいい。よかったじゃん。よかった。配信気づかなくて見れなかった。今見れてんじゃん。ああ、よしよ、すっきりしてよかった。よかったです。3時間睡眠、主食を健康的。はい。ちょっとこれ飲むね。ちょっと本当になおかきとプリンクスしか食べてないから、さすがにお腹も空いて眠たくなってきた。これちょっと朝バナナ飲みます。これ美味しいよ。ちょっとちゃんと健康栄養も取らないとな。うまい、うまい。美味しい。それ大学のコンビニにありました。買いますね。ダメ。ダメ。これ CM くんな。今度飲んでいます。いいよ。ちょっと酒なんか飲まんねや。でもさ、今カラオケで新生困っちゃう。だってありがとうな。アウトロ飛ばすね。演奏中止ボタン押すね。そ、演奏中止ボタン押したら俺に印税入らねえから。私のクマもカラオケ何も歌えんじゃん。知らん。赤ちゃんかな。僕もお風呂でアルティメットレザー歌いました。お腹ギャルギャル言うててくす。だってお腹空いてるもん。何も食べてないもんだから。本当にずーっと横になってる。選手の休息だな。うん、かわいいかい。お菓子とパンとせん。すごい、このギャップがまたいいよね、のごさん。ああ、ね、東京とか名古屋とか、あんだけライブでめちゃくちゃに、もう、バカみ、気違いみたいにあんなになってて。ね、家ではこんなんっていう。このギャップがいいよね。別に俺も本当演じてるわけじゃないよ。ガチだからね。おはようございます。なんか食べんのないの？こんばんは。あるよ、カップ麺。ギャップすごい。ギャップ、それはあるよ。だって曲作りしてる時なんて本当に、まあ当然家にいる時なんてずっとね、独り言たまに言うけど、大体もうだからずーっと彼のように黙ってるもん。うん。さあ、ノンフィクションです。ラクサージュギャップ。おもさん、ほとんどお菓子で作られてるの。こういうの隠すとこだもんな。隠す？俺はけど隠さないや。俺は隠してることなんて何一つないからね。それでバランス取れてる。うん、俺は隠してることなんて何一つないよ。お前らもう全部もう本当にね、もう大っぴらに見せてるからね。本当にいろんなのごさんがいるんだ。うん。ああ。
お腹の音です。最初の使います。自分のお腹の音がと思った。丸出しですね。すごいな。女は隠してる。お前いつもそういうこと言うな。なんか意地悪だな、お前ちょっと。ピーノってお菓子知ってんのかな。お腹すいたろ、なんか食べよう。なるけど食欲はあんまなのか。いや、なるってのは今これ飲んだからだよ。にゃーって時々泣いたりもするのござん。にゃーって。リスナーこと覚えてんの？覚えてるよ。お前らの性格一人一人どんなやつかってのも分かってるよ。まあそれが俺のこのつ、はい、つコメントの印象だけどね。コメントのアイコンのこのコメントの印象で、私の性格はどんな？トンチンカンだな、お前は。でも面白いやつだと思ってるよ。記憶力すごいもんね。私どんな感じ？のごさんのか、ひえすごいね。いやでもそんなんさ、お前さ、逆に言うとさ、お前ら逆にさ、他のリスナーにも覚えられてるってこと分かっとけよ。昔から俺言ってるけど、他のリスナーにもね、お前が深淵を覗くとき、その深淵もお前のことを覗いてるってことを常に覚えとけって言ってんじゃん。のこ私のことわかる。全然わかんない、お前誰？お前アカウント変えまくってからバレねえ。認知されてると思っていいの？いや、お前もあんま知んねえや。私わかる、なんとなく。のごさんの前で性格わかる。別に顔も知らんにどうでもいいわ。わかる。かわいそう。なんでかわいそうなの？私は眼中ないだろうな。お前はそうやっていつもいじけすぎなんだよな。最近コメントするようになった。認知されて、いや認知されてって言うけど、別にそんなもんなんか、なんだろうな、わかんないけど、大体なんかそうだね、金投げたら覚えてもらうか。そうだね、早く金投げろ。わかんないけど、大体けど、まあ俺も完璧人間じゃないから。そうそうそう。のごさん、ツイッターフォローされるような男になります。頑張ってくれ。えとえとですな。いや、でも寝てけど全然良くなったよ、ちょっとは。のごさんってライブ中、すごいこっち見るんだね。ああ、俺、お前のこと、そうだよ。そう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 。昔からそうだよね、のごさんは。なんか、ガンつけるよね。ガンつけるよね。そうそうそう、ガンつけるよね。ガンつける。なんだろうね、なんかやっぱ戦闘モードに入るんだよね。毎回なんかそう、戦闘モードに入るから、やっぱり完全に。そうそうそう。だから今コロナ禍になって、別にそんななんかさ、煽るやついなくなったけどさ、やっぱ煽るやついたらさね、ぶん殴りに行ったじゃん昔は。そう、目力半端ない。いや視力悪いよ。こっちも目開いてしまう。目も大きいから。昔の子さんにハムスターに1年生きた後、あ、そうなんだ。よかったじゃん。客に圧倒されることある？ねえな。客にはだって、埼玉スーパーアリーナの兄様の5万人でも俺別にね、圧倒されたってのはそんななかったな。こんばんは。何なんだろうね、やっぱ自分、やっぱステージでは、だって俺はやっぱりあの孤独だし最強だと思ってるから。バイト辞めたい。勝手に辞めろよ。仕事終わりました、お疲れ様です。客がどんなのいたか覚えてる？覚えてるよ。覚えてるもん、覚えてる。だってこんだけやってるや。こんだけやってるや、もう。だって、だから来年で15、あの、新生かまってちゃんになって15周年ですよ。そんなもん。リスナーもそうだし、客もそうだし、覚えてるやつは覚えてるや。俺は記憶力いいから。野間さんの目キラキラしてる。
昔からのリスナーさんって本当に何愛を感じる方がいる。仕事ありのお三方面のジャズ、まだまだ広いステージに行けるね。一匹狼だ。今日寒い、寒くない。俺ずっと電気毛布やって。こんばんは。暗いね。暗くないよ、明るいよ。ネットのアイコン、ネットコメのアイコンとライブで遭遇するリアルな話を当ててるんだろうね。こんばんは。気づいたら8年経ってたわ。そりゃもうすごい覚えられたい。すごい、いや覚えられてる人いいな。いや別にお前って覚えてるよ。すごいな。何かやるの15周年、ベストアルバムを出す。昔からの方すごいです。こんばんは。こんばんは、お久しぶりです。そんな久々なの。こんばんは。どうすれば彼女できると思いますか。かっこよければ。うん、顔だよ、顔。顔。お腹すいて。顔か金。キャスありがとう。新生かまちゃんの歴史からしたら、私なんてまだまだ新参者。これからもついていくね。ありがとうございます。記憶力すごすぎる。営業さんみたいにツイキャスのアイコンが名刺みたいな。もう15周年。うん。素直に嬉しい。顔なんだ。当たり前じゃん。顔が金だろ。ベストアルバム、そんなん、何言ってんの。顔が金以外何があるんでしょう、逆に。うん、ベストアルバムも楽しみ。うん、まあベストアルバムちょっと出るか分かんないけどな。うん、寝るね。うん、おやすみ。こんばんは。私にやかだから頑張れます。彼女できたら紐になるんか。何どういうこと。紐になる。紐、紐って何。出ますように。のこさんのことを学校でも考えてドキドキしてるんだよ。ありがとうね。アイコン変えたいと覚えてもらいたいの気持ちは混在している私。まあ別にそんなそっちの自由で。なんやかんや中3から好きで。ありがとうございます。顔か金かって言ったから。な、何が。こんばんは。正直すぎて潔い、好き。何が。正直って嘘つく必要なんか何一つなくね。お前らに、お前らに嘘つく人って何かあるのね。わしのアイコン、なんか正直正直って言うけどさ、なんかあデメリットでもあんの俺に。うんね、世の中とかお前らとかに嘘つく必要って。金くれ金くれって今も今日もねさ、ずっと連呼言ってっけどさ、連呼してるっすけどさね、全くないよね。うん、のこさんの電気も見つからない。まあそのね、うん、わかんないけど、これがクリーンで売ってるやつだったらそれはデメリットしかないと思うけどさ、クリーンでね、クリーンっていうか別にクリーンで売ってるだけだけど、そいつの方が下水かもしんねえけど。うん、金はマジで欲しいからな。金も、うん、金は欲しいし、セックスしたいしね。うん、何が。うん、そんなもん誰と同じだろ。誰と同じだろ、そんなもん。そんなもん、うん、嘘つくか嘘つかないかだけだろ。うん、だからあの子さんに愛されてるのはそうだね、本音だよね。だって大人はみんな鳥と作らうよね。クリーン部分が多いとゲスな部分は濃くなるよね。最近最後にいつした、最近いつセックスした、気持ち悪い、キモいなお前ら。そんなもんいちいちさ言うわけないじゃんね、バカなのね。だからってその質問ってバカだよね。気持ち悪いんだよ。最後にセックスした時いつとかさね。童貞か処女か知んねえけどさ。童貞か処女だろてめえら、こういう質問するやつらって。俺はけど大体やっぱ姫ごとにしときたいから、やっぱセックス事情って、うん、やっぱ昔からやっぱそういうのは言わないね。うん、姫ごとがいいもん、そこは。うん、精通エピソードを話してほしいですね。それ精通って秘めててほしい。フリキャス名物言わなくていいです。これ見よがしの質問でって。なぜ知りたいって。姫ごと、オナキンとセックスは別じゃん。ああ、バンドマンセックス事情は気になるんだよ。バンドマンなんかみんなセックスしてんだろ。言ったらファンが悲しむもんな。悲しまないっしょ、うちのファンなんて。うん、悲しむやつ、まあ今なんか10人ぐらいいるんじゃない。うん、言ったら確かに。まあだからなるべく言わない方がいいよね。うん、そこら辺も作戦作戦。そんくらいはね。しおめた寿司三昧、
秘めておいてください。あ、だからこうやって言ったら、そうそうそう、私もセックスしたいのにって。そうそうそう、作戦。そうそうそう。悲しんだら身構え、まあそういう作戦もあるよ、俺は。言わないのは。私だってセックスしたいのにって。バンドマンもアイドルもしてます。疲れてないキャストがファンサ素晴らしい。ファンサ素晴らしいで。まあそうだな。もう疲れてね、こんなに疲れてんのにな。早く金起こせや。本当にや、ガタガタ言わねえでや、てめえ。親の前で見ても知らねえや。なあもう、親ぶん殴れ。キャスキー言いたいけど眠い。え？ファンサ、金起こせってのにが。金よこせまで言ってないじゃん。くださいって言ってんじゃん。余裕があればお茶場くださいって、いつもだって楽しませてるんだから。ね。今だってこうやってさ、もう全部さ、コメント読んでさ、こんな配信者いねえぞ。なあ。話し合いってお前らなんかいねえだろ。俺しか。のごさ、自分が何歳まで生きると思ってますか？え？まあ、リアルにだから70。そうそう、70。中途半端に死ぬと思う、俺は。50、60、70。中途半端に死ぬと思ってる。でしょ？でしょ？なかなか長生きやん。中途半端になんか、そうそう、死ぬと思ってる。50、60、70。でしょ？でしょ？部屋に一人ぼっち。そう、だから金起こすや。マジ、のごさんしかいない話し相手でしょ？年金もらい損ねえぞ。払いたくねえんだよ、俺。義務だから仕方ねえけど。親友は結婚したいで、俺くらいしか話す人いない。長生きしてください。もっとやそう、長生きしてね。いやー、俺は別に俺みたいなやつに限ったからいつも言うけど長生きするって思うよ。死ぬ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 って毎年殺未遂してるけど。俺みたいなやつに限って、ね、なんて言ったって神聖かまってちゃうんだからな。いいバンド名だよな。すごいバンド名だよね。まさにのこさんのバンド名だよね。神聖かまってちゃう。のこさんのコンビニバイトは何？モノックは何歳まで生きそう？あいつのお母さんが先に死にそう。あいつ酒飲みすぎ。あいつ本当に酒飲みすぎ。多分、まあ死ぬかわかんないけど体調悪くするだろうね。あれは40代、50代でマジで結構ちょっと支障きたすぐらいなレベルにいくかもしれないね、モノ君は。あいつ軽いアル中だもん、あいつ。マジあいつ。いや、あいつの方が不摂生感。いや、嘘だよ。あいつの方がやべえよ。マジで。死んだらマジで神格化なりそう。麻原みたく。そうだな。モアイ、何？そんな、ミサコは長生きしそう。知らん。こんばんは。まあ、ミサコさんは確かに長生きしそうな感じするね。そうか、心配ね。まあ、心配って言ってもしょうがないじゃん。別にいいじゃん。あいつの人生だし。ね。いくらでも酒飲めばいいと思うよ。お前らってそうだよ。我慢なんかすんなよ。一回しか人生はなくて、その一回が終わったら、もう本当に永遠の無が続くだけだからな。一回しか、その一回の人生もね、もうすぐ終わるし、すぐ終わる。その一回の人生はもうだから、もうやりたい放題やって生きて、そう、もうそうしろよ。マジで。本当永遠の無だから。もうそのすぐの人生。一瞬で人生すぐ終わって。俺らってほとんどもうゴミと一緒なんだから、ゴミカスと。ゴミカスにも失礼かもしれんが。だからほんとそうよ。友達とツアー参戦します。ありがとうございます。でも実際そうだよ。俺は事実を言ってるわけで。そうで、だから、そうそう、ね。そうそう、なるべく後悔ないように頑張る。まあなんか、なるべく、そうそうそう。その言葉、はっとするって。けど、俺は別にそうやって、やっぱ、毎日毎日、朝起きた、夜起きて、こうやっていつも自分でメモ帳アプリ見てるよ。メモ帳アプリに僕はそういうのね、いっぱい書いてるから。それをまず見るんだよ。だから、本当に好きなように、ね。そうそうそう。まあ、その、当然、人様にね、迷惑かけない程度に、その、好きなようにね。
だから別に自分がどう思われようが何がな、なんだろうがとかそんなさ、やっぱそういうのは気にするときは気にするけどさ、やっぱりそういうこ、ね、ことをさ、はっとさ、はってするとさ、ね、本当に、人生なんか本当にもう本当すぐ終わるからね。マジで。だから欲望のまま俺は突き進むっていうことに決めてるの。欲望のまま、自分のまま、自分をよしよししながら、自分を愛して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 、自分を愛し尽くす。頑張って毎日一見ね、新しいことを始めて頑張ったけど元気出ました。野呂さんの言葉深く刺さります。はい、教祖さんみたいなもんなんで。時間は大事なんで、私も座りたい。欲望のまま進んで人様に迷惑かけないってむずいな。存在価値ないなってふと思う。存在価値なんてだからみんなねえんだって。きつつもあるところな。作品だってそうだよ。何だってそう。ね、地球もそうだし、文化もそうだし、宇宙もそうだし。それができる環境を作り上げたのこさんすごいね。まあ、自己マインドコントロールが僕はだから10代の頃からやってますからね。こういったことをずっと毎日毎日自問自答して、禅問答で。禅問答ですね。もうほんと自己マインドコントロールで、だからこういう人間にね、なりましたね。自分を愛するの難しい。まあ俺は自己マインドコントロールが本当に。やっぱり効いてるね。ゴミな日もたくさんあるんです。いや、俺だってそうだよ。別にいいじゃん、ゴミな日もあっても。そんな、だからてめえの人生なんだからってね。何が正しいなんてないよ。何が正しいとかそんなんねえや。そんなもん。ツアーの仙台前乗り知らん、忘れた。自分を愛せるように頑張ります。いや、別にまあ、頑張りますって言うけど、まあ別にそれはみんなのことは別に俺は知らんが。俺は別に自分はそういう生き方をしたいってだけで。みんなはみんなで別に各々あるっしょ。俺の人生がね、別にこのね、自分の人生哲学論がね、必ずしもさ、正しいってか、みんなに合ってるわけではないと思うし、人それ、おのおのでしょ。そうそうそう、おのおのでしょ。俺は、そうそうそう。もうずっと配信で言ってる通り。自分を愛するって難しい。だから、別にそんな無理しなくていいと思うし、俺を参考にして。俺を参考にする必要もないと思う。わしはわしの生き方をしとるがな。朝、夢が覚めるまで頑張るよ。認知行動療法。人と比べたりいじけないように頑張りたい。人生はそう、写生だからな。これほんと名言だよね、俺のこれ。そう、人生なんてオナニーで写生なんだよ。もうこうやって気持ちよくドピューってもう世界にもう写生して。そのままもうさっさとね、それとピューってやったらもう、あとはくたばるだけ。ただそんだけだよ。小沢ぶっさ、自分は明日になりたい。哲学のハッとさせる。ハッと。参考っていうか、そういう考えがあったかって。ハッと。そうなんだね。俺にとっては当たり前だからさ、やっぱ自分が語ってることって。だからコメントでこうやって言われると、なかなかそうなんだっていつも思っちゃうの、俺。配信で。昔から。俺にとってはこれは自分当たり前だからさ、こういうさ。なんか考え方。最高だぜ。何？名言カレンダー。のごさんの言葉は本当気持ちが楽になる。すごい、のごさん。すごい。なるほど。本気を何人生、いい考え。社会の方にいつの間にかハマっちゃう。まあ、それはだからね。だからこれもちゃんと言っとくけど、俺とお前らはやっぱりね、環境がまたま違うから。俺もお前らの環境だったら、やっぱりなかなかね、こういう俺のね、わがまま、究極のわがままってやつを通せない部分はいっぱいあったと思うよ。そういうのもちゃんと俺は分かってるよ。そうそうそう。残っていろんな自分がいくつもあるような。残さんストレートだからありがたいこと。わしは神聖感じるけど気持ちよくなるぜ。教祖悪になってきた。教祖とか神様とかうるせえんだよ、ほんと。どいつもこいつも。そんなんだったら逆に別にそんなお前らここにいねえだろ。
本当にね、もうどこよりも人間臭くて人間だからここにいるんだと思ってんだけど俺、ぶっちゃけ言うと。まあ別に神様とかね、教祖様って思ってくれてもいいんだけどね、それは米言葉として受け止めてるから俺は。別にそう呼んでくれんのは別にいいんだけど、そう、俺は自分ではそう思ってないよ本当に。お風呂入っていきます。え、神谷で。あ、そう、まあとりあえずだから褒め言葉として受け止めとくよ。人間大嫌いなのに俺たちが一番人間臭いではなか。どっちも感じる。運でお願いする。今晩はいろんな意味での聖域を作られてるなって思うよ。あ、そうですね、僕はそうですね。今晩は野呂さんがいてくれて本当に良かった。いやいや、そんなこと言ってくれるのも本当に俺はラッキー人間だよ。申し訳ありません。幽体離脱して近くにいてやるよって。言ってたんすけど、なんか言ったことあるな。幽体離脱して近くに。人間味があって親近感がある。頼もしい。それくらいの存在という意味。言ってた。野呂さんの安心が一番安心する。あれはって嬉しい。それたまに思います。野呂さんが私の生きる意味だよ。してくれてるかもって思わせるものがある。ああ、なるほどね。野呂さんは信用できる。心が錆びつかないようにしたいんだけどな。寝落ちしない。大丈夫大丈夫大丈夫。そこはちゃんとしま、大丈夫です。アディオスってちゃんと言うから最後。配信に救われた時あるよ。いや、これはだからありがたいよ。こんばんは。感謝感謝だよみんなに。こんばんは。久々に来たよ。ダサい自分でいられるぜ。お久しぶりです。あれ何回も見てる。こんばんは。こちらこそありがとう。まあまあそんなこと言うんだったら、まあ金くれって話なんだけど。はい。のこ見てるとタバコ吸いたくなる。お茶爆で寝落ちしたやろ。え？っていうこと？最近実は友達は彼氏の代わりのこさんの顔のが見てるというふうに気づいてしまって。ああ、それはね、いいことじゃないですか。のこさんへたどり着けてよかった。今までクリーパイプのファンだった。いや、別に。別にそれクリーパイプも出す必要、引き合い出す必要ね。別にクリーパイプも別にいいじゃん。そうですね。なんかクリーパイプがね、ファンだったことがね、その時間がね、クリーパイプのファンになってる時間があったんだ。初めからのこさんに会っておけばよかったみたいな言い方すんねん。踏み台になったの。クリーパイプもいいバンドじゃねえか。いいバンドじゃねえか。昔の男みたいな。良いではないか。まあでも俺の場合はだから、まあ別に、やっぱこうやった、やっぱ配信っていうところもね、やっぱこうやってね、超ストレートにね、やっぱね、みんなと対話できるっていうところもね、なかなかね、あるんだと思います。こうやってみんなのことね、やっぱ今日も3回やって、もう3回も配信してね、やっぱね、みんなのこと洗脳させてますからね。やっぱりこういった配信という洗脳マシンがやっぱありますからね。やっぱそこら辺はやっぱりなんかね、違うところがあるんじゃないですか。まあ当然何よりも曲がいいっていうのは確かだけど。渋谷 WW 自分らしい。ありがとうございます。泣きました。ありがとうございます。アンディーモリの好きな曲がある。すごい速さ。細見さんは最近会ってないよ。フェスでしか会えないよ。気遣いのこと。のこさんって間あれがご存知なんですか。俺けどなんかツイッターかなんか相互フォローだったよ。親近感だ。距離感バグりそうで怖い部分もあるな。洗脳されたみたい。身近に感じる。配信って洗脳装置だからね。全国旅行支援使ってない人知らん。いっぱい読んでくるの嬉しかったね。のこさんのことを考えない日はありません。ライブ行ってからのこちゃんのこともっと本当にして絶対また強く生きれる。アートな。すごいありがたし洗脳。すごいありがたし洗脳。ライブで握手できますか？できません。握手会とかまあまたあるかもしれないけど、学園祭でかまちゃんの曲、ああ、あるとな。そんなアウェイなことしてくれんだ。ありがとうな。視野に覗かない気がする。9ミリ BB 弾。野呂さんの考えに触れられる配信ありがたいです。洗脳されるの幸せ。はい。もう完全に洗脳されてますね。はい。千葉で一番頭がいいって知らねえよんなもん。千葉で一番頭いい学校何かって誰に聞いてんだよ。洗脳されて洗脳技術ありがたい。いやす、大学の学祭に呼びたいな。みんなを洗脳してほしい。洗脳、いや、洗脳さえしてほしいって言うけど、
あ、すみません。はい。もう洗脳でもいいや。いや、別に悪い洗脳じゃないじゃん。うん、別にそんな俺悪でいいことしてるわけじゃないんだから。洗脳ありがとうだけど。ノーザート、でも配信だってやっぱそういうもんじゃない。YouTuber とか今のやっぱりインターネット時代ね。YouTube、まあ、特に配信者。YouTuber ってか特に配信者はやっぱり、うん。配信者なんか、まあね、よく俺も宗教言われるけど、配信者なんか一個一個は宗教みたいなもんだろ。まあ YouTuber もけど VTuber とかも配信で、あれも宗教言われてるけど。な。宗教の安売りだよな。うんと、宗教という言葉の安売りだよな。もう。うん。悪しく、のこさんは空っぽに見えない。のこさんには洗脳されてもいい。あ、良い洗脳。あ、でもね、やっぱりね、のこさんに洗脳されてなかったらずっといじめられていて、今はクソがっている。ああ、いや、それはお前のおかげだよ。うん。俺のおかげかどうかはわかんないんだけど。うん。ももくんが始まった。ファンは、いや、あいつは終わってるだろ。うん。ももくん、何？あ、配信か。ヒカキンもか。みんな何かにすがりたいのよ。私は才能のある人にしか惹かれません。スパチャほど客観的に見れば無駄な金はねえ。そんなことねえよ。それ本人のね、やっぱね、無駄な金とか言うけど、本人のあれで、これお前に説明したことあるけどさ、きっとみんな洗脳されてないと現代では生きてない。社会が辛すぎる、はあ、あ、精神薬ありがとうございます。配信たくさんありがとう。ありがとうございます。ちょっとお茶ばっかくれわけやってます。まあいつもだけどいつもだけど。ゲーム配信かな。うん、俺もすがっていいですか。いや、座っていいけど金よこすよ。こんばんは。のこさんの配信はここの寄り所になってます。のこさんのおかげで自分らしくに気づいたよ。いやいや、だから皆さんいろんな言葉言ってくれるけど、ありがたいっすよ、そういうの言葉も。はい、僕別にその自分でね、大したことしてると思ってるけどさ、うん、でもまあ実際言葉で言われるとね、てへへへって恥ずかしいや、てへへってなるわ。しこってね、クリーパイプおもろかった。おやすみ、おやすみなさい。今日やっと配信見えてよかった。お昼も見えて嬉しいです。つは、川口絵音とか山口一郎とか天才とか言われてるけど、人間としても音楽的にも全く魅力を感じない、らしいです。この人が言うには。はい。うん、この人が言うには、川谷絵音とか山口一郎とか天才とか言われてるけど、人間としても音楽としても全くもう魅力全く感じないって。うん。うん。だからもう世間がただ単にちょっとなんかちょっとまあなんかね、変わった音楽やってるだけでなんかちょっとなんか持ち上げてるみたいな、なんかそういう感じっていうことでらしいです。はい、うん、らしいです。はい、僕はコメント読んでるだけなんで。はい、うん、一つ切り抜きトラップってどういうこと。切り抜きのね、別に俺昔から言ってんじゃん俺別にそう、いや昔から言ってんじゃんって、別にそんな、別にいろんなタイプがいるでしょ、うん、ちゃんと別にフェアに言うけど、うん、うん、いろんなタイプがいるでしょ。それはここにいるリスナーは俺に洗脳されてって何回も言うけど、そのね、うん、逆に山口一郎のあそこのインスタライブでさ、俺の名前の話題になって、そしたらあの気持ち悪い音楽とかさ、あいつらメンヘラばっかり気持ち悪いんで、あいつは宗教みたいだなとか、そんなことなるよね。全くって言うけど、18連勤中は辛くてさすがに泣きそう。ああ、お疲れ様です。はい、18連休には、それやばいっすね。頑張ってよ、お前は。お前は頑張った。誰も言ってくれないと思うけど、俺は言ってやる。お前は頑張った。天才は人に理解されないとも言うよね。天才？うん？まあまあ。信憑性のために米書いた人の名前も読むべき。ということ？どういうこと？何言ってんの？そういうもんだね。川谷絵音はすごいよな。何個バンドやってんだ、あいつな。ああ。確かに何個バンドやってんだよな、川谷絵音って。うん。発信してくれる内容だけじゃなく、ふわふわしてるとき、今日みたいに回数に救われるときも。ああ。18連勤すごすぎる、お疲れ様です。18、やっとす、大変やばいよね。山口さんの子からの、歌リレー。ああ、まあまあ、その話ね。頑張りすぎ。天才は繊細。私からしたら音楽で食べていけるだけですごいと思ってしまう。漢字が読めない。ぶんちん？すごいね、お疲れ様でした。壊れそうなほど忙しい日々だけど、なんかシャムシェードみたいな歌詞書くな、お前。壊れそうなほど忙しい日々だけど、のこさんの配信で心が穏やかになる。ありがとうございます。バンドも女も一つじゃ満足できないタイプかな。
どういうこと？誰が？川谷絵音ってこと？なんかお前らコメントで俺が読み上げて、なんか俺がディスってるみたいじゃねえかよ。絵音くんのこと。野呂さんから見て、川谷絵音ってどのくらい稼いでると思う？知らねえよ。知らねえよ、そんな絵音がどんだけ稼いでるとかは。マジでわかんねえよ。マジでわかんねえな、絵音。川谷絵音に、絵音くんに書いて。ここだけ切り抜かれる。別にいいよ、そんな。いくらでも切り抜かれたって。うん。いつ、別に構いませんよ、俺は。はい。うん。別に切り抜きとか、ああいうのも動画編集頑張ってくれてやってくれてるんだからさ。むしろね、そんな、それも感謝だよ。な。うん。別に俺はどう思われたっていいし、世の中の奴らに。別にファンに対しても。嫌われたっていいよ、ファンに。うん。お金の話題。のこさんの声本当に心を震えます。のこさんはベッキーありですか？ありって何？ありって何？どういう意味？うん、ベッキーと付き合えるかとかそういうこと？うん、まあ別に、うん、そんなそこまで、うん、今日はキャス尽くしてるし、のこさんのあらだ、川谷絵音はメンタルが強すぎて好き。ゲスの極みは知らねえよ、そのエノンの。俺だって最近エノンくんの話題何も聞かないよ。俺はね。のこさん最近注目してるバンドあんの、大自慢ブラザーズだけだよ、あんなもんね。負けないことね、意地汚いこと、それが一番大事。うん、なんだろう。うん、川谷エノンくんのことはあんまり俺知らなんか聞かんな。何してるかもわからん。山口さんはだから今ね、あのちょっと精神的なちょっと病を患ってる感じでちょっと心配だけどっていうだくらいかな。あんまりなんか俺なんかな、分からんな。うん、あんま俺分かんないね。うん、なんか他のミュージシャンの、有名ミュージシャンとこの精神薬やざんす。うん、だからチェーンソーマンのヨネズとツネタがあんななんかわけわかんない曲作ったぐらいで分からんわ。うん、音楽界隈の、うん、今日もチェーンソーマンやるんでしょ。山口さんは心配。うん、エノンはララララララランドと何サヤってな。そう、コロナでフェスの出演キャンセルしたんでしょ。お金事情は分からんのね。分かるわけないじゃん、そんな人の金事情なんて。うん、まあなんとなくの予想はできるけど、予想できることはあるけど、まあ川谷絵音くんのことはちょっと予想はできん。うん、売れてる、第一線で売れてるやつらはまあ大体なんかね、 Spotify 何回ぐらい回ったらこんぐらいもらってんのかなとか、まあそういったのはなんか、うん、とかはなんか予想はなんかできるけど、うん、バンドはかまっちゃんしか聞いてないかも。耳の具合からますけど、それもけど、まあまあいろんなね、またあると思うし、お金のことはやっぱり結局は、うん、わからんよ。今やってるって何やってんの？何をやってんの？あ、今やってんだ、チェーンソーマン。今、あ、本当だ、今やってんじゃない。名前忘れた。カエタニ、もうカエノン君の話はいいよ。なんかお前ら、本当に。でも、曲と声も好き。うん。そういうポジティブなことかけ。うん。ポジティブ。ツネタのブランド化すごいね。ツネタってついたら売れる。だからツネタ、あの業界にあえてもう太鼓持ちされてんだよ。業界のなんか音楽業界のお偉いさんたちに、あいつ、あいつは。だから坂本、だから前も言ったろ、アカデミック枠で、ね、アカデミック枠で将来坂本龍一みたいに仕立て上げたいんだろ。な。うん。うん、業界でもって。うん。うん、ね。うん。あの秀才くんを、うん、Spotify と Apple Music どっちが儲かるんかな。 Apple Music だね。 Apple は見た、常に、テレットやってない、文化人、なるほどね。なんとなく伝わります。なるほど、教授枠空いてるからねって。秀才は嫌い？いや別に嫌いとかじゃないよ。俺は単純にただ単に自分のあの音楽の才能としてね、芸術の才能としてそういったのをなんかフェアに自分なりの主観で評価してるだけで、うん、別に嫌いでもなんでもねえや。そんなに頭良いのですか？何が？
じゃあ、アップルミュージックで聞こう。暗いって言ってうるせえよ。これが俺んちなんだよ。うん、お前が明るすぎるんだよ。ミレパの方は良さがわかんない。うん、ミレパの方、もう何回も言わせんな、俺に。もうミレパって、ほんと。ディスらせんのやめろ、そろそろもう、ほんとに。うん。もうなんか死体打ち、なんね、死体蹴りみたいな。芸大だしな、二人とも。秀才と天才は性質の違いだね。椎名林檎の男版みたいな感じにならん、誰が椎名林檎、椎名林檎は天才だろ。うん。ミレパのライブ行きて、寝ちゃいそう。寝ろよ。野呉さんの主観が一品説。野呉さんを照らす、野呉さんを照らす太陽です。何言ってんのお前。どういうこと？野呉さんは耳大丈夫かな？え、耳？どういうこと？大丈夫だよ。今日も家でお化け活動してますか？そうですね。お盆中お化け何匹かいるから。良さはわかるけど魅力は感じないな。死体蹴りひどいって。シーナリンゴの曲何が好きですか？いや、何が好きですかって特別何かって別にそれはねえ。まあまあそれはいっぱいありますよ。何曲か。いっぱいはないけど何曲か。なんだろう、やっぱり幸福論だね。一番最初の早くないバージョンのね。早くないバージョンの幸福論。私は流れのメモリーやさな哲学やさな、ねねねねね、早いバージョンは大っ嫌い。うん、もうほんとデビュー曲だね。デビュー曲、うん、デビュー曲、うん。あ、この間のチェーンソーマンのエンディングバウンディはね、良かったね。あの曲良かったよ。うん、このカヤフは大っ嫌い。うん、なんで早くしたんだろうあれな。うん、わかりますか？はわかる。好き。なんで知らねえや。うん、シナリンゴってなんかたまに土地狂いじゃん。最近もなんか炎上したじゃん。なんかあんなんかわけわかんねえ、なんか白十字かなんかわかんないけど、あれなんかヘルプカードをなんか模したグッズ、あれも本当なんかね、俺2ちゃんで見たけど、あれ本当そうだよな。よくまああれ誰も止めなかったよな。大人あいっぱいいてさ、バカなんじゃねえのな。うん、大人がさ、なんでさ、あんなに集まってさ、誰も止めるやつ一人もいねえの。そういうのすごいよね。ああいうのってすごいよね。ああいうのって本当にすごいよね。うん。だいたい大人が10人、20人関わってるわけだよ。別に最低でも。椎名林檎レベルだったら。もっと関わってるかな。誰も一人も止めるやつがさ、ね、なんかね、いないっていうのはさ、すごいよね。いや、商品開発はバグってる。こんばんは。デザイン変更するらしいよ。それ変更するって。よっぽどバカなのか、イエスマン揃いなのか。イエスマンで固められてんのかな。イエスマンってわかんないです。まあ、ちょっと俺詳しくちょっとわかんないからね。まあ、誰が椎名林檎は別に考えたのか、それともグッズ担当の人が勝手にやったのか、ちょっと俺そこまで別に見てないからわかんないけど。うん、椎名林檎まで行ったらイエスマンしかいないんかな。いや、それは知らねえや。まあとりあえずリンゴ姉さんはね、まあまあ別にそれでもね、音楽の才能は俺はねあると思いますよ。はい。本人あんま絡んでない。まあ分かんないけど、デザイナーさんが友達で素人だって言った。ああ炎上商法じゃないよね。知らねえや。ヘルプマークに過ぎた。あれポーチの方が良かったけど。新生かわちゃん有名になった時、中学の同級生から突然連絡来たりした。中学の同級生がそもそもまずいないので、はいね、オタクと違うので、はい、そういう縁が何一つないので、はい、うん、親父からも連ね、別にそういった連絡来なかったぐらいで、うん、誰からも連絡、お前らからしか、ピアキャスのリスナーとかからしか連絡来なかったね。リスナーからしか連絡来ませんでした。うん、でも椎名林檎好き。宇多田ヒカルは天才。ああでも林檎さん、自身は知らないって可能性ある。ああもういい、うん、そんな感じだと思う。うん、私は友達じゃなかった同級生は急に下着しげにしてきたことはある。ピアイト、うん、のごくんマルーン5好き。マルーン5はあの曲がやっぱ有名だね。サンデーモーニングワンチューワンチュー、あの曲がやっぱ名曲だよ。うん、あの曲だけ好きかも。十分。もっと早く残さん知りたかったです。パパ元気？瀕死です。
よくわかんない親戚が勝手に増えてるよりいいっすよ。サンデーモーニング、親父も74歳だからもう瀕死だよ。マネスキン聞いてる？いやそこまで聞いてないな別に。マネスキンは別にそんなね、別にまあロックバンドっていうね、まあ本当にロックバンドって感じで、まあロックバンドだなって感じで、ロックバンドだなって感じでいいなって感じで、ロックバンドだなってそういう感じのかっこよさは当然ね、わかるんだけど、ただまあ別にそんななんか才能がすげえかと言われたら別にそんなことは思わないな。マネスキン、うん、そうそうそう、うん、俺はね、うん、勝手に植えた親戚が爆弾、うん、のこさんにはニップレス、知らん、美女がいい、あんまあ、ビジュアルとか、うん、だからロックエンターテイメント、エンターテイメントバンドとしては素晴らしいと思う。曲じゃないやな、うん、曲は別に全然普通だろ。音楽、うん、何でも聞くよ俺。ヨネさんのディロラマが一番、ディロラマ。ブラックミュージックとかも惹かれますか？うん、ブレイキンダウン出るわけねえだろ。おちょばくやざんす、ね、そしてのこさんの配信見て元気もらいました。俺がブレイキングダウン出たらね、もう多分ドラゴンボールみたいに多分腹貫通すっからね、多分、うん、うん、死ぬから無理だって。もう一回中学生に戻るなら、ギターやってバンドでロックやりたかったな。化粧水何使ったっけ？え、なんかアクオス。おちょばくあざんす。寝落ちしちゃうはないうちに、ああざんす。チャラとかまっちゃん好き。のこさんは実はビル・エヴァンスとかだから聞く、実はとかじゃなくて昔から言ってんだろ。ピッコさん言わせてください。お茶バック投げたら寝ます、言わせてください。みんなもう何、お茶バック投げてもう寝るの？もうちょっとみんな何、もうみんな寝だすのねえ。今日何曜日か分かんないけど、なんか火曜日か水曜日か何曜日かそんぐらいだよね。うん、起きてる。明日バイトだよ私。あ、バイト、あ、バイトね、バイトやだね、うん、やめたいね、平日だからね。テスト勉強なので起きてます。えらいね、明日テスト。なんかみんななんか10代の若い子なんかテストテストって言ってんね、ずっとね、課題とかテストとかそういうなんかシーズンなの今。なんか若い子はずっとコメントでなんかテストテスト、課題課題課題ってなんか嫌味のようになんか言ってくんね。うん、朝が辛くなる。ニートだから酒飲んで起きてるよ。うん、クソゴミじゃん。でもいいと思うよ。うん、期末テストか。ああ、テスト期間。ああ、なるほどね。残って東方の音楽ずん。だって俺東方のパソコンでやったよ。パソコン買ったぐらいだからね、俺東方。うん、CD もあの3枚ぐらい持ってるし。うん。そんぐらい俺は東方中だったからね、ガチで。昔。中間テストの季節かも。そうだね、中間だ。ニートになりたい。明日バイトから勉強で。明日も社畜。今日めっちゃ疲れたよ、のこさんのために起きてよ。課題も大変だよね。なんとか、あ、そう、もう漢字読めないよ、そう、東方の、そう、俺好きな曲さ、何曲かあるんだけどさ、そうそうそう、ズンさんが作った。そう、漢字が読めねえんだよ。漢字苦手だから。朝までかな、のこさんが愛してる。私の学校テスト行かずに授業がある。ほんで期末が12月。東方は、だからそう、漢字が読めねえんだよ。そう、ズン、あのね、東方の。うん、曲、そう、いいよね。曲めっちゃいいよね。I'm always, but I'm still in bed. It's morning in mix, and I'm neat, so I have nothing to do. It's okay. It's your life. Yeah. そう、your life. Okay, okay.難しいかね。おととい運転免許受かった。あ、そう、東方確かに読めない、幅広いな、悲しい。睡蓮花聞いてみてください。だから聞いたことあると思うよ。うん、今年のフジロックについて聞いて、どういうこと？俺今年のフジロックについて聞いてて、フジロック何？メンツ発表されたの？は？フジロックって夏だろうが、おいな。俺今日フジロックけど、あれ配信で、あれヴァンパイアウィークエンド見たよ。うん、ヴァンパイアウィークエンド好きだから、うん、ヴァンパイアウィークエンド見た、配信でフジロックは。
何こ、残さん歌なのげ、ツタヤで初めて借りた CD 覚えてますか？もう知ってどうすんの？覚えてるわけないじゃん。初めてぐらいの。なんかさっきもなんかわけわかんない質問あったね。なんか初めて買った、なんか靴は何ですかとかさ。おやすみなさい。東方神起じゃねえや。もう終わった。ベイキャンやってねえのかってないが。昨日名古屋にかまっちゃんライブ見に行くって言ったら会社の人は興味を持ってくれてライブ配信見てくれました。あ、本当に？ありがとうな。会社の人もね、とてもとてもね、暴れた、なんかよかったよかったって言ったでしょ。エグザイルとはドキュンソングも聞くんですか？あ、でもまあドキュンソングって言うけど、いや、エグザイルグループはお前三代目 JSOULBROTHERS とかやっぱ俺会ったことあるけど、すごくいい人たちだぞ、あの人。ドキュンって言うけど、ドキュンじゃないよ、あの人たち。まあ、ドキュンのやつもメンバーにはいるのかもしれないけど、三代目 JSOULBROTHERS はマジで紳士だったな。俺もだから、あれね、直樹が近所だから、直樹が近所住んでっから、故郷が。それで盛り上がった。いや、でも、それに、それ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 なしにして、普通にマジでちゃんと挨拶とか、腰低かったし。ラットのバツ丸も好き。湘南の風は？ああ、湘南の風はあれが好き。お前が好きなんだ。なんか睡蓮花みたいな名前の、なんだっけ。夜は眠ってしまった。好きなのになんで覚えられるんだよ。純恋歌。純恋歌だっけ。なんだっけ。まあまあ、とりあえずそれが好き。湘南乃風。あれはいい曲でしょ。パスカス、パスタ。台湾塩をちゃんとしてるイメージ。見た目で決めてはダメ。ああいう気は体育総体会系でね。なんか、じゃあ、純恋歌、純恋歌。純恋歌、純恋歌は長渕だろ。好きです、好きです、好きですよ。パスタ食ったお前か。何？王道やね。ベイキャンプののこさん、美女爆発してる動画あるよね。何？モテ期でもそのくだりあったな。のこさん、バウンディ好きになった。ああ、バウンディ、まあ、好きになったかはまた別として、別にそんな好きになったわけではないから まあ、普通。でもまあ、才能あると思うよ。なんかめちゃめちゃなんか惹かれるっていう感じではないけどね。めちゃめちゃすげえなこいつみたいな、そこまではいかないけど、あ、いい曲、まあセンスあるなって、いい曲あるなみたいな。そうそうそう、突き抜けてるものがまだちょっと、なんかちょっと足りないかなって感じする、俺は。まあけど若いよね、若いんだよね。24歳か。24歳であれはすげえわ。やっぱり音楽やる上でいろんなジャンル聞くのってほんと大事だよね。人気だよね、最近。最近のフォーロックでいいなと思うバンドある。フォーロック？いや、いいなと思うバンドあるけど、だから配信中なんか出てこねえんだよ。バウンディ。でも逆に教えてよ、だからお前ら。お前ら逆に最近若いバンドね。若いバンド。バウンディに俺が痩せろって言ったって伝えとい、え？ああ、なるほどね。バウンディ痩せろってね。あいつ太ってるから、なるほどね。痩せたらもっと売れるぞってことね。のこさんが才能あるとミュージシャン、ない、才能があると思うミュージシャン、誰？え？そんなもんはあれですよ。あれ。もうだから配信中ね、名前がなんか知んないけど出てこないんだよ。マジで。配信中、こうやっていつペラ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 喋ってるから。そう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 。そうそう、ペラ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 喋ってるからさ。そう。あれ、ミニマルミュージックの始祖。いつも言ってんじゃん。俺がもう、ね、本当にもう才能がある。あれ。ミネマルミュージックの始祖。ミリスナー。先生が、じゃ、爆弾ジョニーはずっと応援してます。爆弾ジョニーってまだ生きてんだ。そう、スティーブ・ライヒだ。
ミスチルは自分の私のクマですごい頭に。ミスチル？ミスチル？まあミスチルもいいと思うよ。自分は私、あ、何は、ぬ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 、ノーブー、あーへー、フジロックね。最近のアトムって面白いよ。本当に。どういったラスティブラヒ。タモリ生きてる？タモリまだ生きてるよ。ジンクドレスって知らないな。ちょっとさっきからなんか名前挙げてくれるけど、俺はやっぱわからんわ。おー。ミヒマル JT。この間の11のライブめちゃめちゃかっこよかったです。その日夢でライブの夢をした。ああ、じゃあお金ください。はい。ね。あ、延長料金で。でもありがとうな。12日っていつだよ。東京？うん。もう何、今日が何日かもわかんねえかんな、俺。88好きって何？ 8？ 俺わかんない。ちょっと、だからお前らからいつも知るからさ、リスナーが詳しい。そう。だからキングヌーだって、ね、キングヌーとか何でもいいけど、リスナーがまず早いんで、早いやつ、俺のリスナー早いやついるんだよ。鬼滅の刃もさ、俺最初鬼滅の歯なんだそれって言った。でもほんと鬼滅の刃が世間的に流行る2年ぐらい前からお前ら俺に勧めたもんね。ああ、鬼滅の刃面白いよって。ああ、うちのリスナーマジ早い。マジで早いよな。ほんとに。ああ、ああ。野呂さんがフィッシュマンズで一番好きな曲教えてほしい。一番とかないよ。フィッシュマンズ。一番はその時その時変わるっしょ。新生変わっちゃってそうっしょ。うん、みんな詳しい、詳しい人音楽教えてのこさんに、黒いかっこいいっすよ。そうなの。うん、いやだからだ例えばじゃあわなんかこれからマジでガチのマジでこれからこのバンドは来るぞって才能もちゃんとあって来るぞってやつは誰だと思ってる。88、10年ぐらい好きってないです。10年前からですよ。その結構若いなんか新しめのやつらで。うん、ギャルってバンド、へえ、ギャル、なかなかいいバンド名だね。うん、ギャル、へえ。まあ2位はまあ確かにね、うん、売れそうだね。クジラの夜の街とか来そう。知らない。あ、でもな、聞いたことある。クジラの夜の街聞いたことある。バンド名は聞いたことある。うん、アイコ、うん、スリマ、トーテンポール、マイヘアって別にもうあんなおっさんだろ。ザ人間も好き。ザ人間はもうおっさんだろ。おっさんって言ったら失礼だけど。ザ人間どこ行って、どこも行ってねえだろ。頑張ってんだろ。うん、吉田 TV の吉田。うん。チリビーンズ。2位は、まあ売れそうだよね。うん。ステレオガール。クリーミー、知らない。ザ・ペギーズなんてもう完全にもう俺もうなんか5、6年前にもう聞いたよ。ペギーズっていつまで言ってんだよ。下山なんかもう落ち着いてない？お茶爆弾さん、下山はなんかまあ来そうで来ないよな。私は新生かまっちゃんが一番好き。当たり前でしょ。新たにお茶爆。海の手？海だからもう新しめのバンドで、新しめのバンドお前ら。本当によ。新しめのバンドで。うん。サカナクションどこ行ったんやって、いるだろうが目の前に。うん、ハンブレッダーズ、ホーロックわかんない、 PK シャンプー、新生かま、うん、シンガー、俺ちょ真面目に今聞いてくる。カティがやってるヘイズね。ヘイズも俺一曲だけ聞いたけど、カティがやってるヘイズなんか一曲だけ、まあよかったよ。羊文学もなんか全然売れねえな。まあ売れてるんだろうけど、もっと売れてもいいと思ったんだけどな。なんかちょっとのなんかね、ピープルワンは来ると思う。わかんないよ。それも初めて聞いた。新生かまっちゃんとアイズくらいしかわかんない。みんな新しい音楽ってどこで知るんやろ。え？どこで知る？え？何？め、何？何？何笑ってんの？ホクロック首は絶対来る。ホクロック首？黒乳首に見えた。ホクロック首。ホクロック首は絶対来るぞ。へぇ。知らん。初めて聞いた。ピープルワン、ああ、期待大だって。ピープルワン、へえ、ピーポーワン。ピープルワンって、マカロニ鉛筆はもう売れたじゃん、やっと。ね。マカロニ鉛筆はもう売れたじゃん。よかったじゃん。今の一人でもいい。何？え、なんか漢字読めない、これ。エイジ？CM 流れてる。ラッキー・キリマンジェロ。それ絶対お前は考えたろ、今。
マカロニ鉛筆ワコン。ワコンなの？セカは消えてねえ。お前さっきからなんか適当なことばっか書いてんじゃねえぞ、酔っ払い。本当にや。本当に。ミュージックフォーザピーポー。クロちゃん、小林渡さんの名が出たから、小林右京さんもお願いします。魔界サウシーは、まあサウシードッグはね、まあまあそれはね、前聞かせてもらった通り、なんか嬉しそうだったけど。まあでもまあ、あんまりそんななんかね、俺は、うん、まあサウシードッグ、まあ売れるだろうね、みたいな感じな印象しかねえな。うん、まあ良かったやけどね。まあ良かったけども、まあ、まあ、のこさん的にはやっぱりもっと、俺はやっぱりちょっと突き抜けてる才能がやっぱ趣味だから、ちょっとやっぱりなんかね、うん、やっぱこうね、うん、なんだろうな、うん、そうそうそう、サッカーなんかエルガってうるせえんだよお前サッカーやな、うん、昔はライブハウスにあるフライヤーで知って行ったけど今はサブスクしてるのよ。アーバンギャルドも最近聞いてないけど元気してんの？うん、アーバンギャルドって なんか俺久々に聞くな、うん、サウシーめっちゃ大衆向けって感じする。まあそうだけど、なんかけど売れそうじゃん。高校生の時光の中にが好きだった、ずっとマヤも頑張ってる。うん、ずっとマヤもいいじゃん。リグレットガールっていうクリープハイプのジェネリックかジェネリックとか呼んでん、リグレットガール、うん、北に立つや、結構なんかみんな上げてくれね。北に立つ、なんか知らない、誰だそれ北に立つやって、うん、ピープルワンはスラップスティックガールって曲かもしれないです。なんかこういう話するときやっぱ曲を流さないとな。ラッキーキリマンジャロはサザンの桑田さん、小田さんもそう、絶対お前が今ラッキーキリマンジャロって、うん、本当にそんなバンドあんの、うん、やっぱこういうのやっぱ音楽はね聴かないとな。のこさんって毎日配信してんの？俺そうだよ。ああ、ジェネリック。北さんは。うん。聞いたい。この中にとんでもないバンドがいるのかな。ピープルワンってのがなんか、まずちょっと聞いてみようか。ピーポーワン。おすすめ曲教えろ。まあ、おすすめ曲けど、大体トップワンに出てくるか。トップソングの一番上に。この常夜灯ってのを聞いてみよう。常夜灯、北に達也さん、分かった。じゃあピープルワン、ピープルワンの常夜、ピープワン、ちょっと、ちょっと、もうちょっと、いや焦るね、いや焦るね、ちゃんと流すから。じゃあピープルワンの常夜灯っていう曲を、じゃあちょっとね、一回皆さんでちょっとワンコーラス聞いてみましょう。全部は流さないよ。うん、途中じゃねえかしら、うん、真面目に聞いてるよ。なるほどね、曲によって、うん、お前らなんかいろんなコメント言うけど、俺は嫌いじゃないな、俺いいと思うけどね、俺はいいと思うけどね、うん、この曲ちょっと他の曲も聴いてみよう。うん、この曲俺好きだよ。うん、なんかこのなんかだらーりとした感じのメロディーも、まあメロディーもいいし、うん、俺は全然何点とか特にそういうのはなんか偉そうにそんなことは言いませんが、つけませんが、とりあえずうん、なんかいいと思いました。
他の曲、じゃあ、リトルダンサー、ちょっと、ね、ちょっとこの2番目のやつ聞いてます。トップソングの。おお、おお、おお。え、これちょっと待って、これ。これ、ワーツ。え、これちょっと待って、これちょっと待って、これさ。これピープルワンとワーツがこれってフィートピープルワンワーツじゃんこれ。うん、ワーツフィートピープルワンじゃん、うん、コラボみたいな感じかけど、なんかちょっと聞いてみよう。これはこれで、うん、やっぱいいよな。俺もお前らに紹介したけど、ちょっとこの曲初めて聞いたわ。うん、わあ強いね。いや、こいつら濃いよな。まず濃いよな。キリマンジャラも出すって言ってね。ちょっと全部消えてたらもう朝になっちゃう。はい、いい曲でした。これやっぱワーツいいね。うん、こいつらってどんぐらい売れてんの今。こいつら別に、こいつらも全然俺もうなんか普通にね、なんかテレビにどんどん出てきてもおかしくないレベルで俺はいいと思ってんだけど、なんかね、大衆受けもそうだし、これな、おやすみなさいね、ワーツね、うん、売れてはいないの、そんな、マジで、うん、ポラリス、こっち一曲バズったけど、まだこれからって感じ、うん、ピーポーワンの、じゃあちょっと怪獣ってのはこれ、ピーポー。じゃあ、ピープルワンの怪獣って曲をちょっと流します、次。怪獣ね。ラッパーとは聞かない。ラッパーとかも聞くよ。まあいいや、はい。確かに曲調はちょっと、うん。あ、いいね。いいね。いいっすね。まあ、ヨネズのヤンキーっぽいっけね。まあまあ。でもまあ、でもこれはこれですごい。いい曲だな。いい曲。うん。メロディー、いい曲。サムドもいいし、いい曲。いい曲だ。ね、いい曲だね、これ。うん、これいい曲だ。
ですね。え、ピープルワンはこれ売れてる、売れてるの、もう売れてるの、まだまだこれからみたいな感じ。ピープルワン来て、あ来て、あこれから、なるほどね。いやけどこれは売れる、売れ、売れる、まだ、あまだ売れて、うん、最近なんかじゃあ売れるんじゃん。あーチェーンソーマンのエンディングやる気だったんだ。まあまあオープニングで、まあまあまあけど、うん、いやでもこれいいね、うん、タイプついたよ。フォーロック好きの中で話題になってるから、うん、いやでもなんか、いや全然売れても全然不思議じゃない。うん、この曲は俺もすげえ好き。めっちゃいい曲だね。うん、めっちゃいい曲っす。はい、怪獣。はい、いい曲でした。はい、めっちゃいい曲でした。100万いったんかい。うん、100万再生。タイプ来たらね、一気に来そうだね。怪獣8号アニメ化したオープニング。あ、お茶ばかりざんす。のこちゃん、失敗お疲れ様です。おやすみなさい。いい曲、久々でした、こんばんは。黒子首聞いてみて。分かって、本当にいいのかよ、それ。あと、期待立てた、それで終わりにすんな。なんか、お前らの要望を答えてると、本当に朝、ね、本当に、来年になっちゃうから。じゃあ次は黒子首。ほくろ首ね。ほくろ首。すいませんね。ごめんなさい。ほんと、これ失礼だよね。ごめんね。ほくろ首さんですね。はい、あ、ほくろ首。女性なんだね。女性バンドなんだね。ほくろ首いよいよ。初めて知った。女性ボーカルなのかな？じゃあ、この一番トップソング聞きます。シャンポン。チャンポンって読むのかな？ちょ、わかんない。ガールズバンド。じゃあちょっと聞いてみます。ガールズバンドか。オッケー。ちょっと気になるわ。じゃあ、ほくろ首で、ちゃんぽんっていう、あったかわかんないですけど、聞いてみます。はい。うん。この時点でいいもんな。売れそう。うん、売れそう。技術のテクニックもめっちゃうめえな。おのおのの声もいいし。声もいいし、ね、なるほどね。おしゃれ系で、まあ確かにおしゃれ系というか、まあそういう感じのジャンルなのかな。ジャンルで言うと最近たまたま聞いていいなって思って、ホンダの車とタイアップまで見えてます。J-POP に、サチモス、まあそういった同じなんか系譜なんかな。クリみたい、いやクリみたいとは思わんけどな。サチモスって言ったらまあまあ何っぽいっていうのはまあちょっとあんま、ちょっとそういうのはちょっとどうだろうな。キリンジとか
詳しいな、お前。チーズ。あ、くるりのシャハシャン、シャ、途中でちょっと止めてすいませんね。途中でじゃあ止めます。はい、ちょっと全部、あ、もうちょっとごめん、まあいいや、途中でちょっと。いや、でもよ、なんかいいね。いいです、いいです。ホクロ、ホクロ首です。皆さん。俺初めて聞いた。なんか、まあ、おしゃれ系な感じの、こう、テクニックもそれぞれうまいし、なんかすごく雰囲気もいいし、うん。ちょっと他の曲、ちょっと、なんか違うような感じあんのかな。ちょっと、まあ、いや、ちょっと一回、これは、優しい怪物、フィート、泣き虫ってあるんだけど、これも、ほくろっ首。ね。これも、ほくろっ首であってんのか。ね。泣き虫、え？声がいい。うん、綺麗な声でしたね。グループ名から意外な感じだった。他の曲も聞いてる。また聞いて、泣き虫、またコラボか。フィートって。うん。怪獣とか、何が、それさっきのだろ。泣き、か、何、か、か、これ、かくれんぼって、これなんか新曲っぽいの。かくれんぼ。ね、みんなよくしてすごいね。俺初めて聞くよ。こっちのが好きだな、俺。待って待って、これ売れるでしょ、この曲ね。これもうなんかタイプついたらこれはもう売れるよ。なんかめっちゃなんかドラマのエンディングとかね。うん、はい、かくれんぼって曲でした。いや、ホクロックにもちょっとやっぱちょっとなんかタイミングがねあればこれは売れる気がする。うん、ちょっと上からで申し訳ないですけど。まあまあいいや。はい。うん。でも、本当に。で、なんだっけ。あとは、キタキツネ。なんだっけ。ヌブース、さ、ガールも聞いてくれやって何のね、なんか、もう、じゃあ分かったよ。じゃあ、北に立つやね。北に立つや。ヌブースって言ったらお前だけだぞ。お前のバンドじゃねえの。北に立つや。おぉ。なんか男一匹狼アニメの曲で割れたリンゴがいいよ。何が、何が割れたリンゴっていう曲があんの。なんかお前らちょっと話まとめろや。ねえじゃねえか、割れたリンゴ。え、何、北に立つや。じゃあトップソング聞きます。トップソング、2021年にリリースされた、ラポートであってるかな。はい、アニメのタイアップたくさんあるんだ。悪魔の踊り方いいよ。あ、じゃあ、これちょっと2位の、じゃあ2018年の悪魔の踊り方。じゃあこっち聞いてみます。じゃあ聞いてみます。北井達也さんで悪魔の踊り方、行ってみよう。もうさっきからふわーんってなんか今日イントロ多いな。おお、かっけえ、サウンドかっこいい。お、サウンドかっこいいっすね。
聞いたことある、うん、俺初めて聞いた。ああこれも濃いね。かっこいい、かっこいいっすね、うん、え、まあいろんなコメントありますけど、僕はけどかっこいいと思うよ。まあまあまあ、じゃあちょっとワンコーラス聞いたんで、僕はけどかっこいいと思うよ。そんななんかみんななんかさっきもなんかさっきからなんかヨネズヨネズってなんか言うけど、さっきのなんかバンドでも、うん、でもサウンドやっぱりけどこういうサウンドはやっぱけど かっこいいと思う。声もかっこいいし、うんうん、いやでもこれは売れアニソンタイプもよくついてるんだ、だし売れてるんじゃないの、もうすでに。でも俺聞いたことないな、世の中的には売れてるんじゃないの、うん。ダブル OD が最近いいと思いました。あ、なんかバンド名は知ってる、ダブル OD けどこの前行かなかったっけ、なんか俺なんかわかんねえ、フジロック出た、なんかわかんないけどなんかバンド名なんか聞いたことあるよ俺。東大卒、サウンドタイプ、サウンド好きなタイプはどうだいって何がよかったよ。1700万回再生ってもう売れてんじゃねえかよ。文春天国ってアーティストおすすめ、ちょっと漢字読めない、もうちょっとこれちょっともういいよ、もうちょっとくりきりがねえわお前ら、うん、とりあえずなんか勉強になったわ。はい、久保田が読むとでとりあえずキリがねえわ、キリがない、うん、まあまあなるほどね、やっぱ文芸天国か、うん、いやでもちょっとあれか、やっぱ俺たちが知らないアーティスト、若いアーティスト、これから来る若いアーティストね、やっぱたくさんやっぱ芽が出てきてますね。でもまあさっきコメントもあったけど、そのヨネズね、ヨネズさんのね、なんかその影響っていうのはやっぱり、それヨネズさんはね、やっぱね、そういうのも影響っていうのはやっぱ影響でかいんじゃないですか。まあそのぐらいヨネズは天才だしっすね、うん、うん、明日の朝ゴラックの新本を聞けよ、ベテランもいいんだぞって。そうだよ、ゴラックはめっちゃいいぞ、うん、ゴラックはだって俺はだってパンピーとやってるあれが好きなの、なんだっけあのパンピーとやってるあのもともとなあのグループ、あのアルバムは名盤だよな、あゴラックのな、PSG、 そうデビッド、うん、PSG はいや、パンピーよね、パンピーはもう売れて完全に売れたよね、うん、パンピーは完全に売れましたよね。え、寝れないこんばんは、聞いてみよう。みんなおしゃれでかっこいいけど世界観がないんだよな、個性というか、まあ言わんとしてることもなんとなくわかるはわかるけど、まあなかなかやっぱね、やっぱ残さんレベルの人っていうのはなかなかね、それはもうだってもう大天才ですから、その域は、はい、なかなかね、個性はわかる。でもヒップホップでもやっぱすごい、やっぱアーティストやっぱいるよね、昔のやつは、うん、唯一の音楽なし、行の深さが見えにくい、まあいろいろ言うけど、うん、これ PSG、うん、
クリーピーナッツは聞かないな。クリーピーナッツは聞かないな。いや、R指定くんとか好きだけどさ、何回もね、何回か対バンしたことあって。クリーピーナッツは、なんかまあ、普通にポップスって感じ。別にそんな曲も、そんな俺ピンとこないし。まあ、R指定くん自体は天才だと思うけど、DJ 松永とか、ここはね。ね、天才と天才が合わさってああなるってどういうこっちゃいって。まあまあいいや、はい、おじさん未だにスーパーカー再結成するの望んでるよ。絶対無理だけど。え、なこ無理だろあれ。まあ無理だろっておっ知らんけどまあスーパーカーけど、まあ言ったら別に俺サカナクション初めて聞いた時スーパーカーだな、スーパーカーのがすげえじゃんってちょっと思ったぐらいはな。最初サカナクション聞いた時ね。別にサカナクションもすごいよ。スーパーカーのハイビジョン、まあいいや。 YouTube チャンネルできたんだよね今さ。わかるわ。スーパーカー最高。ラブサイケデリック再結成してほしい。シックボーイ知らない。わからん。初めて聞いた。スーパーカー再結成する人間関係はあるさ。ハイビジュアルメンバー歌詞を載せ方は特に近かったね。クリーピーナッツの助演男優賞 MV 込みで好き。ドングリズってヒップユニットは世界観あってバチって面白い。ドングリズ知ってるよ俺。愛してます。モーモールルキャラモーモーもけどもうだいぶ長いんじゃない。同期ぐらいじゃない俺らと。山口さんはスーパーカーの影響をすら受けてるでしょ。ラップはお経に聞こえる。あとやっぱなんかね、やっぱなかなかね、ゆらら帝国、ゆらら帝国天才だよ。モーレル同期だよね。ドスモノスも最近すごいぞ。すごいやつばっかじゃねえかよなあ。本当によ、本当にお前らすごいすごい言ってても絶対その中の2組ぐらいしかね売れるやつ出てこねえんだろ。分かってんだよ昔からこういう話して。あーキッドフレッシュのね。ヒップホップもけど俺なんか知ってるよ全然。幾何学模様、知らない。ヒップアップは良いけど30分で飽きるってノエルが言ったな。何言ってんのあんなゴミ野郎な。あんな才能借りたゴミに言われたくねえよな。倍率高いか。みんちゃんボーイズ、わかんない。みんちゃんベイビー、知らない。みんな好きな音楽たくさんあっていいな。地元で MC リトルって子は頑張ってる。MC、はい。こんばんは、おやすみなさい。水中それは苦しい。ジョニーさんも頑張ってるでしょ。元気かな。ビートボックスのショウゴさん聞いてください。びっくりすると思います。もういいよちょっと。もう音楽コーナー待ってやるから。オアシスの曲で食いつなぐのやめろよな。いやでもそれは今、リアムはだから逆にいいよね。ノコライブ終わってから吹けたから、ノエルはだからさクソだけどさね、フライングなんとかバードとかわけわかんないクソみたいなバンドやって。リアム・ギャラガーのねやっぱね、あのね最近じゃないけどね、この曲ソロリアムのソロ、この曲はまあ知ってる人はね多分3人4人いるかもしれないけど、この配信みたいな、この曲はいいよ。この曲いいよな。そうこの曲いいよね。リアムの曲、逆じゃない。いや、ノエルはクソ。けど、リアムはね、いい、これ。ね、これやっぱ、みんな知ってる？この曲いいよな。いや、この曲本当に普通にいいよね。マジで。この曲は、For What It's Worth とかいう流れかな。まあ、声もいいしね、リアム。正しくパーコース。
CM の曲みたい。そう、これ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 いい曲じゃない。日本語の歌詞もこれ仲直りはもう無理っしょ、無理なんじゃない。すごいですね、神力。オアシスのアルバム今も売れてるから再結成、まあもう再結成だからしないんじゃん。まあ別にそんな俺も別に、俺は別にや、お前ら行ったことないか。俺はもうモノ君と一緒にオアシスのライブ行ってるから、もうあの時楽しかったな。俺はオアシスのライブにね、モノ君と二人でね、そう代々木体育館行ったからね。そう、酒飲んで楽しかったよ。ずっとジャンプした俺ずっとジャンプした俺。音楽コーナーまたやんね、久々にやったな。いや、またおすすめさせてくださいって。だからちょっとお前らからやっぱ本当に若いバンド特にね、知るからやっぱ勉強になる。そう。いや俺結構一人でだからフジロック行ってもね、ぴょん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 飛び跳ねたし、俺結構なんか、まあ先入るとやっぱり、そう。川崎クラブちょっとおわす。ギリシャラブってバンド良かったですね。知らん。エンディングピッタ勉強になっていい思い出。かわいいな。洋楽でもいいの。洋楽のバンド、洋楽でもいいけど、洋楽こそちょっとわかんねえな、もう俺洋楽。洋楽わかんねえな、マジで。なんか、最近のマジで、リルピープイエスタデイ、ロットンバロン知らない、ルーリードに消えたんだよな俺がな。クソみたいな演奏しやがってな。ね、フジロックの鳥でさ、クソ寒い中さ、そうケミカルブラザーズでめちゃめちゃ上がった後にさ、上がったとか知んねえけど、とりあえずね、クソ寒い中、あの山の中でさ、ね、まあその後本当に死んだけど、でもまあまあレジェンド見れてよかったよ。レジェンドだ、もうリアルレジェンドだからね、ルーリードなんて、ベルベットアンダーグラウンド、生で見れてよかったよ。カマッチャにハマったぐらいからようやく聞かなくなった。あとピクシーズもまた来るよね。ピクシーズとルーリード目当てで俺フジロック行ったんだけど、ピクシーズもまた来日するらしいね。なんかもう来月だっけ、11月か。まあ俺は多分行かねえけど、まあ行けたら行きたいけど、余裕ないと思う。そう、ピクシーズ、いやピクシーズいいよ。ピクシーズやっぱ新生変わっちゃう。ピクシーズ、まあ自分で言うけど、めっちゃ受けてくかんね俺。ピクシーズ、アルバム出したんだ。でもどうせクソじゃない最新作ピクシーの子さんの影響きたじゃん。いいよ、別に俺だけじゃなくて、向井氏、向井さんもそうだし、まあ別にピクシーズ、いやピクシーズはもうやっぱり、いいだ、もうマイブラッディバレンタインもそうだけど、まあやっぱりね、もう完全なる、もう自分のそのせ、やっぱさっきのね、ちょっとね、この流れで、まあさっきの引き合い出すとちょっと失礼なんです、やめとくけど、そのやっぱ自分の世界観をね、完全に持つことっていうことのね、やっぱそれがまずありきだと俺はやっぱ思うから、作品ね、芸術家って、まあ絵描くにしろ何にしろ自分の独自の、そう、それがまずね、あるかないか、俺はもう本当にそう、まず俺は判断基準だから。別にね、その一般的に売れてる音楽も好きだけど、それはまた別腹なんだよ俺にとって。メロディーがいいなとか、そう売れそうだなとか、そう、本当に俺が好きっていう、突き刺さり、俺のね、あのね、心臓にぶっ刺さるっていうね、感性にぶっ刺さるっていうのはもうそういう音楽だね。もうまず何にしつけても、何にしても、その自分のね、独自の世界観が、もう世界があるっていう、もうそれにつき、それだよ。ドハマリス、世界観がある方、俺もそういうタイプ。
そう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 、うん、今は機材ありきなところあるから。どういうこと？自由度が増したのに漢字が読めねえよ。カタカタカタヨルであってる。カタヨル傾向もあるから、杉山恋とかあの時代ですごってなるし、杉山恋とか出してくるとまたそうだけど、本当にそう、ハマるかハマらないか決めて、あーまあそう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 、うん、世界観の好きな方が、世界観やだ、それもういやもう何より一番大事だと思ってる俺、そんな作品作りで、うん、もう独自のえぐ、自分のだってえぐね、内面ね、心の内面をえぐり出し出すような、ね、自分の中のね、そう世界、うん、そう、うん、それが存在してるかどうか、やっぱそれはね、やっぱりね、僕にとってはやっぱり、うん、突き刺さるかどうかは、まあ、ポイントはまず、うん、てかまあそれはまず第一ぜ、もう第、もうそれはもう第一前提だよね。第一前提で宇宙を作る。第一前提だよね、むしろ。俺にとっては。そんなもん。うん、熱く語るよ。芸術家たるもの、それは第一前提でしょ。って。うん。アーティスト語るんだったら。うん。自然に出る世界観がいいよな。キャラクターから入るのはしんどいな。熱い。人となり破天荒でもね。人となりが破天荒でもね。人となりが、まあ、そういうこととか。うん、まあまあ、まあそこだよね。うん、俺はほんとそう。おやすみなさい。大島スピリチュアル、スピリチュアルということで。ユーミン、いや、ユーミンだってね、すごいよね。そう。うん、ユーミンもすごいっすよ。あ、中島みゆきさんもさし、まあまあいろいろね、まあまあいますよ。だから、そういうね。うん、のこさんをうならせる人は、まあ出てきてないってことですか？ってこと？いや別にでその若い連中でってこと？だから米津、うん、かっこつけないとダメよね、うん、ユーミン私も最近聞いてる、いいよね、ユーミンよいよね、ユーミン中島みゆきは天才よな、うん、別に米津だけじゃないけど、他にもなんか誰かいたような気がするけど、なんか誰だっけ、まあまあいいや、とりあえずいい、うんうんうん、誰の曲かすぐ分かる人はマジすごい。うん。あ、崎山くん、まあまあすごいよね、崎山くんもね、本当にね。あれはもうだからね、売れるとかそういうので語るあれじゃないよな。売れる売れないで。もうあんまま独自のね、路線で行ってってもらいたい派だよね、崎山くんはね。うん、崎山くんはもうそれはすごいよ、すごいよ。あの子。まあそんな感じで、ちょっとそうそう、じゃあまあ中間お茶ばください。はい、今音楽コーナーでね、みんなを楽しませたので、はい、お茶ばっをね投げることをみんなちょっとそろそろ忘れかけてきてる時なんで、はい、お茶ばっタイムでちょっとよろしくお願いします。20歳、え、今20歳なんだ、まだあいつ、マジかよ、20歳かよ、うん、童貞なのかな、まだ、うん、崎山ゆきちしろはくはしろ、ね、これね、読み方俺知ってんだよ、全員知ってんだけど、ごめんね、読み方が俺は未だに分かんなくて、長谷川白髪なのか白紙なのか、うん、白紙って読むんだ、うん、ちょっとすみません、これ本当読み方が、俺漢字が本当苦手なんで。東方プロジェクト関連の音楽聞きますか？それさっき言ったろうが、本当によ。なんか東方超多いな。本当によ。東はリアルタイムでパソコンでゲーム、もうパソコンで全部プレイしたっつってんだろ。なあ、通販で買って。折坂くんは、あ、折坂くんもまあまあ、いい感じなんじゃない、いい感じなんじゃないってなんか、偉そうに言うけど。まあ、なんか好きな曲、なんか一曲だけな、名前忘れけどなんかあったよ。一曲だけ。なんか、うん。森坂、うん、ラブズッキュンカバーしたいと、スマイルプリキュアのエンディングよ、他人事で、うん、雑いやいや、ボカロ、うん、カクちゃん好き、その子ロックンロールは鳴りやまない、カバーしてくれたよね、
あれだって森坂さんも世界観すごい。あとは趣味だね、その世界観もすごくても。俺はまあまあまあいいや、はい、カフちゃんと長谷川博士がコラボしてた。みんなコラボばっかしてんな。あれフロントメモリだっけ、ロックンロールじゃなくて。みんなどいつもこいつもコラボしてんな。バーターバーター営業ばっかすぎん。カフちゃんとフロントメモリーも、あどっちもカバーしてくれてんのか、ありがて。マイスリーありがとうございます。マイスリーありがとう。お茶ばっかりとマイスリーね。ろくなりカバーしてるの確か。はい、コラボ世代。カフちゃん武道館で聖子ちゃんとコラボした。俺も呼んでくれたよ後に。かまっちゃんファンが今でかくなってきている。好みのお話ですね。そうですね、頭がピャーってなるモヤアニメのオープニング曲も日本文化だと思う。いやなんていうこと、頭がピャーってなるお前ていうこと。のこさんが何年か前に勧めたレイちゃん見に行ったら本当ギター、懐かしい。そう、あの子めっちゃくちゃギターうまいね。あの子どんな感じに活動してんのか俺も最近全然知んないけど、レイちゃん、何うるせえやつな人、別の人だろ。天国大魔境アニメ化するね。知らねえや、なんだそれ天国大魔境って。長岡亮介と仕事してる人でしょ、いいよね。ちょっとお前ら自分が知ってるものがね、他人が知ってると思い込んでんじゃねえぞこの野郎。誰だよ。カフちゃんの歌唱もいいですね。カフさん、エンディングやってんだ。なるほど。お茶ばっかあんまり来ないのじわる。お茶ばっかさん、明日来るんだよ。来るんだよ。もっとくれよ。もっともっとくれよ。お茶ばっかくれよ。くれよ。お茶ばっかあいさつ。広瀬涼子。ちょっと話の流れはちょっと今関係ないです。可愛いけど。ボーディーズって消えたの。いや、どっかでラーメン食ってんだろ。お茶バックありがとうございます。これ同じ方かな。ありがとうございます。お茶バック連発、ありがとうございます。のこさんをね、悲しませないために。怪しいな、お前。ありがとうな。ありがとうな、お茶バック。ロイ君、もっと、聞きながらおやすみなさい。お茶バックありがとうございます。お茶バックありがとう。おやすみなさーい。今何時？もう1位か。1位20分か。ごめん、優しい、いっぱい。ごめんなさい。いっぱい来るね。この子たち。はい。お茶ばっかりさんっす。お茶ばっかりと。お茶ばっかりと。ずーっと俺ここに座ってるから、ちょっとは体良くなったかな。おじさん眠いからくたばるね。さっさしね。すいません、ごめんなさい。嘘です。うるせえんで、なんちゃって、おやすみなさい。お茶ばっかりあざんす。お茶ばっかりあざんす。はい。この後、頑張り屋さんだから作業するのしないよ。するわけないじゃん。そこまでだから元気ねえって。そこまで元気ないって。マジで。今日はもう投げれない。すいません。ありがとうね。いっぱい投げてるって。ありがとう。すいません。ゆっくり休んでるよ。でもちょっと いっぱい休んだからちょっと、やけど本当に良くなった。なんかちょっとマジ筋肉痛。ちょっとそろそろ動けるかも。いや、よかった。今日一日中ずっとぼーっとしてて、お前らとこうやってぐだって配信して、本当に外とか全く行かなくてよかったわ。
動ける動ける。でもそんぐらい朝ほんとやばかったもん。朝昼マジで本当に、病院俺救急車呼ぼうかと思ったもん。そんぐらいやばかった。だからちょっとそう回復しました。いやいや、ライブ終わった後はだいたいやっぱり翌日はこんな感じだって。昔からだってさ、お前ら何を目撃したんだ昨日。てかいつも昔から俺のライブな、限界の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 さらなる限界のね、スーパーサイヤ人20ぐらいまで行ってるぞ俺のライブ、俺のパフォーマンスとか歌とか俺のもうライブ力、叩きつけっぷり、それはこんなんなるに決まってんだろ。はい、翌日受けなくなるのはしんどい。いや全然いいよ、それなりに叩きつけてやったから楽しかったし。二部制点数、いや別に変えなかったけど、まあまあまあ点数まあまあ、昨日はまあまあ声も出たしね、まあだいたい55点じゃないですかね。それは次の日やばいよ、特に髪があった全力だもんね。配信できるだけのすごい。そうだった、そうだよ。 MC で PA さんが中指立ったのマジな、は誰が、あれね、 PA じゃなくてあれっしょ、モノくんでしょ、モノくんでしょ、知らねえやそれ。昨日本当そうだった。俺はそんな知らねえもん。あのライブの日から精神が強くなった気がする私。ありがとうございます。なんか新しい回復アイテムを導入する頃かな。のこさんはあいみょんに会ったことある？あいみょんちゃん会ったことあるよ、それは当然。もう事務所一緒だもん。そうそうそう。中指何が、俺が立てられたらぶっ殺してやるよ。本当に。あいみょんとは対バンしてまして、そう対バンもしてるし、最近背伸び聞いてる。アンボルデフェスだっけ、何が、いやアンボルフェスってか別に普通にあの対バンしてますよあいみょんちゃんと。はい、まあまあ、はい、一緒に配信もまあまあ、それはもう過去の話ですよ。あいみょんちゃんもすごい勢いで売れていかれた。アンボールじゃなくて、もう過去の話ですよ。これから先会うことはあるのかな、あるかないか分かんないけど、春休みツアー、さっき500投げました、目つぶった時。あ、マジで、ちょっとごめんね、俺がってことね、申し訳ない、ちょっと気づかなくて。花ちゃんありがとう、はなちゃんありがとう。はい、すいません、ちょっと気づかなくて。はい。ユーリと対バンしてくれへんか。のおさん何時までやる？寝るまでやって。ライブで33歳やんないの。お前死ねえよ。昨日やったろ。失業し、うつ、コロナ予防が悪く、未だに京子ちゃんにしかお伏せできない自分。何が、ごめんねって謝る必要ないよ、ありがとうな、そんな状態で。33歳の夏休みは本当になんかマジで直前に入れたからね。あんまり俺も普段やんない、なんかストーリーに入れないけど、なんかそういう時あるんだよね。あ、なんか やりてえなー今日みたいな。だから気分で大体やっぱその時でストーリー変えることよくある俺。気分で、昔はそうだよ、気分でストーリー変えるのよくあるよ。他のスタッフとかメンバーは本当にやっぱり、ね、心の中ではちょっとはね、うわってこいつふざけんなよって思ってるやつもいると思うけど、久々エモかった、聞けてるでしょ。昨日ガールツーポシャったのマジなんか、わざわざ女装ぐね、女装もね、もね、女装カツラウィッグを持ってったのに、そうそうそう、
超良かったです。聞いてよかった。いくつになったら聞いたい。え？うん。まあまあまあ、とりあえず次大阪ね。もう2日後。え、ちょっともう1日あれで。あ、おやすみなさい。精神やからざんす。精神やからと休み。え、もう何？俺移動って明日？まさか。今日なんかライブっていつ？ちなみにライブいつ？大阪。22か。21日に前乗りなんだけど、今日、今何日？今何日？今、今日。19、全然余裕なんじゃん。よかったよかった。よかったよかった。これは余裕だわ。うん、1日でこんだけ回復したら、それはもう、全回復しとるわ。大阪には。よかったよかったよかった。びっくりした。うん、よかったよかった。うん、うん、全然余裕です。はい、余裕です。はい、髪の毛どうしますかねって。何がどういう意味だよお前。髪の毛どうしますかねってああ髪、あ、前髪切るかってことね。うん、ちゃんとそうやって打て。うん、ピリピリしてんだよ。前髪はまあそうだね、ちょっと自分で切ろっかな。うん、大阪までは仕事は何もないの。仕事まあないわけじゃないけど、自宅の作業がある。うん、大阪の街は賑やかで楽しそうね。うん、まあはあはあ。髪の毛のパッツにするんか。いや、パッツにはしたくない。うん、切るの。だから名古屋の時邪魔だったんだよ前髪。やっぱすげえ伸びたから髪。そうそう、髪すっげえ邪魔だったから前髪。だからちょっと前髪だけちょっと切りたい。うん、お前は無駄好き。うん、セルフカット配信しますか。わからん。前髪切るのみたい。まあ配信で切れるけど。昨日のセンター分けもかっこよかったよ。センター分けパッツン嫌なんだ。いや、嫌ってはことじゃないけど、いつも、いや、だからなんかいつもパッツンだから、なんかたまにはってだけ。そうそうそう。だからなんかやっぱツアーごとになんかちょっと変えたいじゃん。ファッション、着る服もそうだけど、いろいろさ、髪型とか。だから次のツアーはさね、金髪になるかもしれないし、坊主になるかもしれないしね、あのね、トサカ頭になるかもしれないし、こんばんは。なんかそういうのあるんで俺の中で。メンバーみたいに部分染めはしませんか。何が。いやー、まあ言うの、あれは別になんかちょっと違うな。そうやったらもうがっつりやるわ俺。あんな中途半端な感じでやるんだったら、流行りみたいな感じでしょ。流行ってるあれでしょ、インナーカラーでしょ。前髪ってすぐ伸びるよね。七三分けみたい。ライブ後半のオールバックかっこいい。坊主見てみたいわ。うん、俺坊主かっこいいと思うよ。お前らなんか坊主嫌がるや、坊主にすると、うわ、やめてってやつが昔からいるけど、いざ見たら絶対に、うおって。うん。だって俺はモノ君しか見たことないけど、モノ君は真面目にね、うん、エミネムみたいって言われたもん。あ、それは違う。風俗嬢に言われたんだ。うん。そう、風俗嬢にエミネムみたいって言われたからね。うん。まあ、顔綺麗だから何でも似合うよ、俺。頭の形も、だから頭の形もいいの俺。頭の形もいいから坊主似合うんで本当に。うん、手物くんは言ってた。うん、髪型で好き嫌いが出ちゃうのか。お風呂配信で見てるから驚かないと思う。頭の形綺麗だから坊主似合います。そう、うん、楽しい。坊主は髪川さんめっちゃ楽ね。坊主めっちゃ楽だった。うん、久保塚、ああ似合いそう。似合うに決まってる。坊主頭好き。エミネム50歳だった。やりたいけど形が悪いからできない。何でも似合うよ。狂気の、ね、似合わないものなんてなあるのかな俺、髪型。うん、そうそうないじゃん。今日久保塚、うん、
菅田将暉も最近坊主やね。え？あ、そうなんだ。あいつ頭の形いいからちょんまげも似合いそう。うん、アフロも別にね、見慣れたら多分普通にね、みんなかっけーって言うと思う。お茶ばっかりざんす。寝る前どうぞ。はい、みんなそうそう寝んのかな。お茶ばっかりと何でも似合うのすごいよな。いや別にそれは顔面がイケメンだからで、土台が良ければ何でも似合うんで。うん、今ダンディーさと少年感があって似合いそう、羨ましい。はい、羨ましがってください。はい、ああ、うん、こんばんは、お茶ばっください。はい、眠そう。いや俺は眠くないよ、だって私いっぱい寝たもん。オードリー春日、俺はいっぱい寝たもん。精神薬改ざんす。こんばんは、偏頭痛してきちゃった。はい、寝てください。赤い髪みたい。いや俺赤はやだな。うん、やっぱ染めんだったら金髪か青か紫。いや青もちょっと違うかな、紫か金髪がいいな。帽子かぶってライブされんのも好きです。そもそものこさんの金髪も素晴らしいのでね。やっぱ気なんだかんだね。うん、黒か金、やっぱ金髪かみってるよね俺。紫みたいです。緑もかっこいい、濃い紫に合いそう。金髪か、うんね、金髪マジでかびってるよね俺。うん、やだよ銀は。青もまあまあ似合うと思う、似合うか分かんないけど、うん、やっぱ金髪。うんうん、ああ、お茶ばっかりざんす。まあ無難に黒がいいのはそうなんだけどね。おやすみなさい、健康一番。おやすみなさい。はい、金髪髪だと思います。ライブの時のヘアアクセとかも気分なの。うん、気分気分。うん、美佐子は黒が良かった。美佐子はもう、あいつはもうなんかエイリアンみたいになってっかんな。金髪、うん、ずっとなんかもうずっとわけわかん、髪色なんかわけわかんねえよなあいつな。金髪のノコさん生で見てみたいです。家であんなに金色に染められるんだって思った。あ、精神薬ありざんす。精神薬あると、うん、絆創膏のヘアアクセかわいいよね。あれだからビレバンで買ったっつってんじゃん、通販で。今でも売ってんじゃない、ビレッジヴァンガード。うん、ビレバン、あとクマンのやつね。はい、クマンのやつ。あ、ピンズ、あれもなんか別に、あ、起きれる起きれる、あ、起きれるじゃん。まあ、うん、でもちょっと疲れてるな、やっぱまだ無理しないように。うわ、ちょっと脳震盪起こしそう、脳震盪起こしそう。うん、めまいがしてる、ちょっとめまいしてる。うん、いつも忍ばせてんのここに。これでしょ、これとこれいつも忍ばせて。これ今日なんかビレ版で買ったやつも色がちょっと落ちちゃってるけどね。うん、目玉焼きじゃねえ、絆創膏で、絆創膏だよ。どこが目玉焼きに見えんだよ。これかわいいよね。これビレ、なんかビレバンで買った。これかわいいよね。つけやすいし。あとこのクマのやつも、はい。これも昔から、はい、使ってます。これは本当にもう超昔、ファンにもらったやつだからね、これ。パンダ。うん。2000、もうほんと9年とか10年とか、うん、超昔にファンにもらったやつだよこれ。うん、かわいい。そうそうそう、これもけどね、いろんな思いがあるんですよ、これもこれで。うん、このそう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 、これもこれで、このパンダのこれもね、うん、配信でなんか昔話したことあるけど、はい。
大事にしてます。はい、物持ちがいいですね。物持ち僕いいですよ。大切な、そう、いやとりあえずちょっとね、お香ありがとうな、みんな、ないっぱいくれて。制服以外のコスプレもいつか見てみたい。セーラームーンとかやだよ。お香やっぱめっちゃ使ってる。なんかみんなからもらって、やっぱお香本当になんかね助かってるわ。いや本当本当本当、誕生日でなんかねいっぱいもらったんだけど、こんなにいらねえよって最初思ったけど、そう、こんなに最初いらねえよって思ったけど、やっぱ案外ね結構つねなくなりそう。お香好き、うん、お香好き。え、お香めっちゃよくない？俺昔から蚊取り線香とかああいう匂い大好きなんだよね。墓場の匂いとか。そう、うん、うん、香り、そう、鼻詰まってるくせにな。うん、アロマとか、うん、でもやっぱお香のがアロマも好きだけど、当然アロマめっちゃ好きなんだけど、まあお香もなんだろうね、うん、好きな香りとか、いや特に別になんかそんな、うん、だってこれだって何の香りしてるか分かんないもん。お寺、そう、お寺の匂いとか、そうそうそう、そう、お線香いいよね。蚊取り線香でぼやかじ起こしちゃった、かっけえじゃん。俺もそういうことしてわ。優しくで落ち着く香りですよね。アロマキャンドルもいいよ。アロマキャンドルも別にいいけど、俺ももらったことあって、あれもねいいよね。ちょっと正面行くね。今の季節なら金木犀の香り好き。あ、わかる。金木犀いい香りだよね。俺も別にやっぱ たまにしか外出ないからあれだけど、そう、金木犀の、これが金木犀の香りかって。金木犀の香り、そう、いいよな。うん、俺も好きです、金木犀。金木犀で咲いてるね。白檀のお香って何これ、漢字が読めない。金木犀嗅ぐと秋だ。あ、けど秋なんかないじゃん。秋なんかないじゃん。うん、タバコいっぱい。あれ、これはタバコもだから誕生日でもらったやつとかもあるよ、これ、うん、だから来年の誕生日もタバコいっぱい起こすよお前ら。うん、まあいいや、誕生日の話はいいや、うん、すごい、めっちゃ丸ボロある。金木犀といえばキノコ帝国ですね。そうですね、考えておきますね。白檀、ああ、白檀。いやちょっと今日朝ね6時から配信して、やっとこさちょっとなんか目が覚めたって感じです。はい、やっとこさ目が覚めたって感じですね。もうさ、おはようございます。声のトーンが戻った。おはようございます。まともに起きるようになって。大森聖子さんが金木犀にうるせえでツイートして長時間お疲れ様です。今が一番声出てる。いやでもほんとずっとソファーで寝てさ、よかった。ほんとに疲れもね、今だちょっと筋肉痛あるけど、ちょっとけどほんとに収まって、うん、ちょっと野さんイケメンやな。うん、あらと、よかった、ちょっとすっきりしました、ね、うん、よかった、すっきりしてる、うん、移動のパフォーマンスも体力振り絞ってるんですね、うん、そういう日ってあるよね。いや特にやっぱ今日はね、顔見られて嬉しいです。体だけあげます。誕生日おめでとう。誰がだよ。ベッドで寝ない、ベッドで寝ないの。寝すぎると逆に疲れそうだけど、すっきりしたな。うん、かっこいいです。のこさん肌トゥルトゥルだね。長時間移動もきついよね。温泉行かないの？わかんない。温泉とか整体とか行きたいけど、ちょっとわからん。家でやっぱ 寝てんのが一番いいかなってなんだかんだ思ってる最近。今日もかっこいいです。チア逆転コースなのかね、これから。まあそれでも別になんか毎水飲んで無理やり寝るよ。眠くなってきちゃってる。誕生日、温泉浸かると寝て疲れ取れるよね。うん、温泉、うん、
まあまあ、これからチア逆転したとしてもね、今日もね、朝8時とかに寝たとしても、まあまあ、大丈夫で。どんな食生活を送ってますか？どんな食生活？普通に、まあ、あれだよ。外食で。コンビニ飯か、こういう外食。王将行ったりとか、そう。あとは、なんか、きつねうどん食ったり、花丸うどん食ったりとか。今こそ蛇口。こんばんは。今来たけど終わりそうですね。いや、まだ終わんないんで、お茶はください。サイゼリア。いや、まあサイゼリアでも何でもかんでも会食。うん。花丸は最高。うん。おかき。うん、そう、おかきと一緒。そうそう、食べたい。何も食べない日ありますか？あるに決まってんじゃん。とんかつって食べないイメージですね。うん。まあ今は別に何も食べない日さすがにないけど。20代とか昔はあったけど、今はやっぱ食うようになって、まだ。うん。今はまだ食うようになりましたよ。寝ない時にいつも配信してくれてて、ほんと助かる。ちょうちょばください。はい。眠剤飲みたいけど、明日に響きそうで迷う。わかる。でもまあ、飲むしかない時はもう飲んだ方がいいよ。寝れないよりマシだから。体重傾向な。体重測ってないな、そういえば最近。最後けどなんだかんだ俺52キロだと思うよ。うん。ずーっと52キロな気がする。ずーっと。うん。眠れないと余計死にたくなる。うん、ずーっと52。孫さんがそういうのは飲んじゃおうかな。うん。飲みましょう。安定してるね。身長いくつですか？1億6000、7万メートルで。うん。167センチだよ。眠剤飲んでるけど将来怖いな。将来。あ、俺みたいに健忘症になったり、ね、ポケて、こうやって毎日毎日ね、ツイキャスやって、ね、もう無遊病みたいに、ね、あと配信外でも、ね、独り言で喋ったりとかするようになっちゃうからね。別にいいじゃん。うん。うん。メリット、デメリットあるよ。何でも。最近自殺よりエナロイド飲みすぎて心筋梗塞で死ぬ気がしてきた自分。健康気をつけて。高身長でびっくり。高身長。偏頭痛ひどいけど、脳さみ出たい。今日もらったアジェンスの精神薬なくして死にそうです。病んでよって やばいです。ああ。なるほどね。いきなりなくしたんだ。もう一回もらいに行きゃいいじゃん。ウィキペディアの誤差165センチと書いてあった。うん、だから書き換えとけ。呼吸するとよく眠れる。自分で書き換えよっかな。俺昔自分でウィキペディア書いたからね。うん。167って同じなのだが。のごさん少しシャシ気味になった。何が？知らん。絶対なってない。今だからとりあえず疲れてるからで。うん、そうそうそう、非常にクレバーな人。うん。 How tall are you? I'm grand size。 うん。 Wikipedia 自分で編集したら懐かしいな。うん、すぐ書き換えられるんだあれ。あ、なんかウィキペディアについにいるやつがいるんだよ。知ってる？ウィキペディアって、ついに、ね、もうほんと一年中、うん、カップラーメン横に置きながら、いや、ほんとにいるんだよ。ほんとにいるんだよ。ほんとにいるんだよ。うん。それは仕事なの？え？趣味でしょ？うん。やらかした芸能人がすごいいじられてる。私は53歳。どうしたら高くなりますか？何が？高くならなくていいじゃん。監視してる人いるだろうね。怖すぎる。別になんか別にそういう人がいても不思議じゃなくない？そうそう。何かあるとすぐ編集合戦になる。どこにでも住人っているんだ。そう感じられる時ある。寝ない時は 528Hz の音楽流してるけど、効果あるのかな？そう。知らねえや、そんなもん。528Hz かなんか謎って、うん、そんな謎なことでそんないちいちコメントすんな、
よく書き換えられてるよね。趣味で関心、いろんな世界があるね。面白い。昭和っすよ、面白すぎる。I am 152cm tall. Well, 不祥事を起こした人に聞いて大体面白い。タイピング遅くて負ける。お前ら別にそんなあのウィキペディアなんかいじったことないだろ。なあ。あれアカウント取ったりとかなんかなかなかめんどくさかったぞ。なか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 めんどくせえぞあれ。嘘だ、俺めんどくさかったよなんか。昔は自由に編集できた気がする。嘘。昔はサクサク書き換え、嘘。なんか俺昔やってたけどなんかめんどくさかった記憶あるよ。彼氏のウィキペディア作ってって言われて作ったことあります。何彼氏ってお前の彼氏なの？天皇かなんかなの？エビアじゃねえ、アベンだ。やっぱいいよね、こういう霧状タイプの化粧水がやっぱ一番いいよね。アベンのいいよね。ミストタイプ、ミストタイプがやっぱ一番便利だよ。スプレータイプは使いやすい。アベンの使いやすい、便利やな。ほらトゥルトゥル。温泉水だからずっと使っててやだ。 Hi handsome. Yeah, I'm handsome. 危ない、大好き。やった、急に若返ったって肌着。今日学校あったらずっとのこと舐めてるし。モノくん配信終わったって、何あいつ何やったの？やる気ねえな本当に。こしたら俺今日多分合計で多分何時間やってんだろうね。俺なんて今日多分16時間ぐらいやってんだな。ちょっとまたラジオモードになっちゃった。くそ。半日はしてるね。モノくんけど疲れてるっしょ。てかあいつも運転とかで。けど昨日はだいたい天野さん帰り運転してた。あいつめっちゃ飛ばしてたよ。200キロぐらい出したんじゃん。300キロとか名古屋から。よく捕まんなかったな。眠いとスピード、雨平気だ、飛ばすのね、一発目やべえね。いやけど本当にあいつって何が、あいつで、あいつやべえ。お前らほんとあいつのこと神格化しすぎで、いいとこしか見てないからね。いやずっと天野さんってわけじゃないけど、モノくんも運転したんじゃん。あとはチョコクリスピー、チョコクリスピー。ゾーンに入ったのかな。アオンさんと花木くんってどっちが黒いと思う？どっちが黒いって何？どっちが腹黒いってこと？性格が何？まあどっちが腹黒いって言ったら、なんだろうな、別にそんなことをどっちだ、どっちもどっちもじゃね。でも花木くんは案外別にそんな頭空っぽな気がするから、頭かそこまでそんな腹黒さはないと思うな。天野さんの方が腹黒いと思うな、それ言ったら。あいつの方がやっぱね、
そうそうそう、まあ、ビジネスとして、いや別に一友達としてね、友達としてはそれは当然ね好きですよ。ビジネスパートナーとしては俺はやっぱね、会社の人間な、会社の人間を絶対的な信頼なんてね100で置かないからね。うん、でもそれって普通じゃない、それって別に普通じゃないね。うん、100で俺は、まあそれが普通かどうかしない、とりあえず俺はそう。ね、そうだ、仕事だもん。向こうだってそれはそうだ、仕事、申請かまちゃんの仕事、ビジネスの材料として見てるところがあるわけだから、いかにして、そうそうそう、チョコブレークじゃん、チョコクリスピー、うん、まあでも別に、まあ、まあ全然けどね、まあ、こんなことちょっと今ね言ったけど、まあ全然全然普通にいい人たちなのは確かで、いい人たちなのは確かですよ、パイロットミュージックのスタッフ。本当に、うん、本当に何でもかんでもね自由にねやらせてくれるし、うん、ドラッグさえしなければ何でも OK だから、うん、こんばんは、うん、昨日テックさんがモノくんに何パッキュって言ったら面白かった、あれな、あれな、あれなんなの、あれちょっと俺はあれ全然き、はい、MC 聞いたのは分からなかったけど、でやりたかったのあれ、あれもどうかと思うよ、うん、何なんか、なんか言ったのあいつ、あまあいいや、友達、あ、なんかそんなあったね、冗談に決まってんじゃん、超クリスピー、ちょっと飲みます、顔面前強いって、こんなクソ寝起きで疲れてて、腕大丈夫、腕ちゃんと、ちょっとなんか昨日ライブでぶっ刺さってちょっと血出てうわってなって、うん、でも、うん、今大丈夫です、お腹空いてきた、いいな、私にも買えばいいじゃん、うん、本当はお父様の若い子に似てる、傷大丈夫大丈夫、うん、なんで刺さったかなんか知んねえけど、わかんないけど、なんかぶつけたんでしょ、毎回気がすっかんね俺、ライブは本当に、うん、ライブは毎回どっかしら気がするから、うん、いいよ、縫わなきゃいいよ、うん、はあ、開いた、美味しいって何が、超マジよ、チョークレスティビ食べたくなってきた、うん、明日テストなのに何もしてないし眠い、うん、やんなくていいよ、どうせ役に立たねえから、野さん本当にかい、薬何ありました、飲みました、のごさんに込み読んでだけで幸せです、じゃあお茶葉ください、フルグラ食べよう、チョークリスピーめっちゃ美味しいよ、俺昔から好き、チョークリスピー、そうする、うん、
チョークレスピーご飯かな。うん、コーンフレークですか。あ、精神薬あるとね。はぁ、精神薬あるとちょっとため息ばかりごめんね。ほんとにちょっとね、やっぱね、こんな感じなんで。はぁ、チョコ溶けたミルクもあっておいしい。なに、ベトナム語？あ？なんだこれ。疲れてる、当たり前めっちゃ疲れてる、まあ疲れてるよ。夕方寝たよ。肩凝ってますか？凝ってるっつってんだろ。なんか面白いこと言えよお前ら。こっち食ってんだから。ありきたりなことばっかり言わって。ゆっくり召し上がる。わかってるわ。肩もみたい。エロイムエッサイムってなんだっけ。のこさん、ぬいぐるみ話しかけたりしますか。俺すに決まってんじゃん。うん。中本浩二大丈夫かな。知らねえよ。八重のもじじいだからな。うん、ワンチャン、ワンチャンってワンチャンの使い方が悪い。ちょ、フィニッシュがなくなっちゃうかもな。すいません、9時間見て出てこない。ごめん、可愛いからチョコは以外食べない。中野さん、あ、なるほどね。筋肉痛取れるかな。それはいつか取れるだろう。なもん一生取れないわけねえじゃん。なもん生きてるんだから。面白いこと浮かばない代わりにお茶バックします。うん、しろしろしろ。肌つや良すぎんのに。何、遺伝子ついて。何遺伝子っていうか、俺の場合は紫外線浴びてないからだよ。紫外線、そう、紫外線浴びてないからだよ。ぬりぬりしたやつ塗ってるよ。カセットの話ってのにそもそもしてない。うん、さあ、こうさ、あ、精神薬ありがとうございます。本当に精神薬ありがとう。ありがとう、精神薬。なんだよこれ、ベトナム語じゃないスペイン語でした。でも私の本屋なんかあるか、海外の人か。真似して極力引っこもりになりました。やっぱ紫外線が一番のね、大敵だからね。絶対そうだと思うよ。うん、俺がだから肌がね、こうやって綺麗とかね、そういうのはシミとかっていうのは絶対俺は紫外線だと思ってる。紫外線全然浴びてないから。うん、何、俺はお菓子しかばっか食べお菓子しか食べてないな。あの無限のエネルギーはどうやって出るの。関係ないもん、そんな何食べてるか。ね、肉食おうがそんなもんさ、キャビア食おうがさ、ね、食パン食おうが。うん。俺は精神解放してんだよ。オナニーしてんだよ。気持ちよくなりてんだよ。それ一瞬だよ。カセットテープ今日やって受け取りました。あ、ルーちゃんのやつね。あれ可愛いよね。本当に肌綺麗。紫外線は大敵だと思います。はい。うん。農産以外の口ら受け付けないんだってそれよく言われます。太陽の光危ない、浴びないのも自律神経に来るけどな。え、まあまあそう、まあそうだけど。海苔からムーチョ美味しいよ。いや俺辛いの苦手なんで絶対来ません。なるほど、
今ルーちゃんの T シャツ着てます。キャスで初めてのこさ見た時湯葉しか食べてなくて心配でした。まあだからそれ昔は本当湯葉しか食ってなかったけど、うん、今はちゃんとチョコクリスピーは食ってる、うん、あのこさ以外の、口の水鉄砲無理だと思った。あそんな病院水鉄砲できるやつがいいだろ。紙ケースだった。でも可愛いじゃん。カセットコンロけどさ、俺発生のさ、あれな、受注生産だからもらえなかったんだけど、カセットコンロあれ欲しいや。昨日駆逐パーカー着て会社行った。中谷美紀に見えてきたって何が？誰それ？俺が？誰それ知らない。カセットなんとかプレイヤーだ。プレイヤー8000円のカセットプレイヤーね。俺も欲しいのに。コンロじゃん。悩んでヤマダ電機で買ってこと。綺麗な女優さんね。俺が今俺女優さんみたいな。俺結構やっぱ男らしい顔してるでしょ。そんな女優さんとか、うん、いろんなね、うん、男らしい顔してるって昔からコメントでもよくね、案外可愛いけどのおさん男らしい顔してるよって、うん。な中谷美紀さんが中性的だったりするんだ。カセットテープうるせえな。知らんねえよ。出るんじゃんまた。うん。おやすみなさい。中谷美紀も美人顔という共通項ある。中谷美紀の男顔の美人。野さんの愛し見たら、何これ。前、スタート、生理が復活したよ。ああ何これ。さっきからこの貞子のスタンプってやつ、これそうそうバンするぞってね。こうなんかこう連打してんのこれ。バンはしないけど、なんかこれ今貞子がなんか流行ってるの。ツイキャスってかツイキャスなんかたまになんかこの前ミッフィーだったのにさ、うん、何なんだろうな。キャンペーン、イベント200円で送り放題だからじゃない？そうやったら茶爆してくれよ。200円、映画のコラボ何眉間にシェアしたよなって。眉間にシェアしててこれメンチ切ってるわけじゃないからね。何回も言うけど、これヘッドカットの後でこれ癖になってんだよ、ほんと。うん。チェーンさん、こういうの残さの収益にもなるんかな。終わらん。映画、うん。チェーンソーマンのエンディングずっとマヤだったみたいですね。そうなんだ。うん。お茶、銃のお子さんにお金入ってますか？入ってないんじゃん。貞子はならないのか。なるほど。だからお茶爆500とか100とか投げてください。はい、よろしくお願いします。はい、今すぐにだ。超クリスピーね、食べてるとこかわいいでしょ。37歳のね、
男がこんな姿を見れる機会普通ないよ。37歳の深夜2時に超クリスピーを食べるという、多分人生多分ね1回2回あるぐらいじゃないの。そんなレアな体験できてんだよお前ら。お茶ばっかよこせ。あ、お茶ばっかやさんす。お茶ばっかやとね、深夜の 2時とかにさ、マジで、酔ってる時にそうやと警察に精神薬あげてます。精神薬やさんす、精神薬やさんす、酔ってんのは気をつけて、あんま飲みすぎる。見たことで奇跡のかわいさ。このパジャマがめっちゃ好きなのだが、これちょっとファンからもらったやつか自分で買ったやつか忘れちゃったんだよね。ファンからもらったやつかな、これ昔。あ、けどこれファンからもらったやつだな昔。昔のタンプラーが。そうだよ、人生にもう1回2回ってか、まあ多分1回しかねえだろ。前コメントした、ありがとうございます。超クリスピーお茶爆、ありがとうございます。お茶爆、ありがとうございます。ファンからって前に言ってました。あ、俺が、そうじゃない。私も怪我で眉間に深い傷ができました。ショックだったけど、楽しいです。かわいいパジャマ、かわいいよねこれ、着たよ。のごさん、You are so pretty。 目に焼き付け、こんな深夜2時にさね、ポッケにリボンついてんだ、知らねえ。超クリスピーをさ食べる37歳の独身男性をさ、おっさんをさ見れることなんてないぞ。なまだそんな、なんかパンパンみたいなパンダの方がね見れる確率でかいわ、高いわ。こんなパンパンパンダ見るのもね、入場料5000とかかかる、6000とか。そう考えたらそんなもんお金投げざるを得ねえだろ。37歳のおっさんじゃない。まあでもまあおっさんだよ。立派におっさんだろ。そこね、そうだよ。だからそういうことを言ってんだ俺は。な。そんな貴重な機会をさ提供してるんだから、そうそうそうね、そういう貴重な機会を提供してるんだからさ、な、ごめん、いやいいよ。ありがとうな、50の前わざわざありがとうございます。精神薬あと深夜2時チョコクリスピーあと、そうだよ、のごさんおじさんとかじゃなくて、のごさん、いや俺はおっさんだよ。お前らもさそんなにさね、そういうやつに限ってやっぱ自分がね38歳になった時に受け入れられないタイプだろ。お自分のことを、私はまだね若いんだいって悪くねえから、諦めろな。諦めた先に明日が来るから、いつまでもしがみつくな過去に、気持ち悪い、情けない。だってそうじゃん、俺めっちゃいいこと言ってる今、俺めっちゃいいこと言ってるの今な。受け入れて諦めた先にね明日が来るんだよ、その先があるんだよ。いや、めっちゃいいこと言ってるな。けどこれ実際これそうじゃん、ないつまでも過去にしがみついてさ、全然そんなもんさね、その場でさずっとさね、
匍匐前進さ、その場でさ一生さぐるぐるぐるしてるっていう感じだった。だからいつもね言う、昔からけどね、そういった弱い面もさ全部さ丸ごとひっくるめて受け入れろよ、で晒せ。僕はそういう生き方をしてきたからね、僕はそういう生き方をしてきたから今がまたあるんだよな。諦めたら割といろいろ楽しい、なくさなきゃ次が入ってこないのはわかる。上より前を見ないとね、いつまでも許せないことあるんだよね。はあ、認めんな。そうなんだよ、前に進む勉強になります。鼻づまいね、問い繕ってごまかしてばかりだと前に進めます。たくさん諦めてきた、のこさんに共感、精神薬ありがとうございます。いつまでも許せないことあるのか、人によりますね。過去のこと後悔、それは結構やっぱ結局ね、その呪縛にね負けちゃってるっていうね、感じになってるんじゃん。いつまでも囚われて檻の中に、それムカつかない？精神薬ありがとうございます。ね、ムカつかないそれって。いじめはトラウマなの、だからいじめはトラウマでムカつかない？前向こうと思ってもフラバして、いや若者用語使うなって。なんだフラバって、スタバみたいな、なんだフラバって、何の略だろうこれ、フラフラ、あフラッシュバック。フラッシュバック。フラバなんか俺の国じゃ聞かねえよな、アメリカンかぶれがよ。日本人だろお前。フラダンスかと。フラバね。まあでも結構やっぱ、まあまあまあ。だから僕とみんなは違うからね。僕は作品にしてきて、ずっと今でもね作品でやってるからね、圧倒的に違うからね。そこそこでもってもね、学校に行きたくないとか、夕方のピアノ死ねよ佐藤でも何でもいいんだけど、王さん本当芸術家だもん。過去に取られてムカつくっていうのは気持ち悪くて、私はもう忘れてしまうか、俺はだからそんなもんね、だから曲作品にもぶち込んでね、それライブでも何でもいいけど、そう、ね、今でも別にそうずっと歌ってるけどさ、吐き出せるわな、精神からしてもうなんね、おさんみたいな人他にはいないと思ったからファンになったな。完全に忘れるなんてそんな無理だよ。消化させないか、おやすみ。消化だね。はい。
皆さん2時ですよ。おやすみなさいって人もまあ言うけど、なかなか明日何曜日か知んねえけど、水曜日だっけ。唯一無二。自分は時間が経っては最近貯めたのが吹き出してきました。うん、目がもうバキバキです。ゴッホのひまわりにトマトスープかけたやつなんなん。どういうこと。さあね、そんなやつは何、犯罪があったってこと。俺それ知んないんだけど。水曜日、え、あ、水曜、今日水曜日か。へえ、それ事件あったの。あ、ほんて知らない俺それ。へへへ、あんだ。へえ、自伝本なんかめんどくせえ。ガラスケースだから、あ、絵は大丈夫なんだ。へえ、講義で。へえ、チンポンみたいなことすんな。チンポム。あいつだけどなんか人間はいいやつだって俺会ったことあるけど。確かにチンポム。ロンドンの美術館。起きてたいけど寝なくちゃ、まあね、こんなもんに金使わずもっとよくした金使えって講義でね。へえ、まあまあ。芸術より大事なものがあるだろうっていう主張だって。うん、まあそれは。なるほどね。そういうのもまあなんか時々とケースバイケースでわからんでもないけど、うん、やべ、なんか足がしびれた。おやつ、おはようございます。陶器の大将、お腹だった。トマトスープかけたやつにやりってしててムカついた。だからそれもね、うん、もう思うツボで、そう、その講義もそう、アートっぽく消費されちゃうからね。じゃあ別に、なんか足しびれた。大丈夫じゃない、痛い、うん、だからチンポも大嫌いなんだよ。ピカドンとかなんかそんなやったっけ。あんまなんかあんましんねえ俺、あいつの作品。俺も今日なんか当時はくだらねえなって、なんか見た、うんうん、くだらねえのけどそういうのあるよねマジでね、うん、そういうなんかなんだろう、なんて言えばいいのかわかんないけど、現代アートみたいな。そう、マジでセンスねえのあるよね。ただの悪ふざけの、ガキの悪ふざけレベルのみたいな。そう、センスね、うん、ずっと座りっぱなし、親指倒したり、うん、サメオスさんの絵可愛いけど本人のは可愛い。いや、それはサメオスさんの絵のが可愛いって言ってやれや。サメオスさんも可愛い、俺見たことないけど、サメオスさん素晴らしいよね、あの人ね。昔のテレビっぽい。おっぱいから接着剤取り出すとこが印象的でした。何言ってんの。何を言ってんの。チンポム、うん、挑発するような作品が多いね現代アートは。胸から物取り出すのはちょっと癖あった。何の話してんの。何なサミオさんの世界、なんかなチンポ持ったサミオさんがお茶ってよくわかんないけど、お茶ばっください。何の話、なんか話がちょっとなんかまとまってねえからよくわからん。サミオさんけど本当古典がね、そうそう、うん、とりあえずです。結論はいつも一つで当たり前だろ。サメオスさんの個展行ったけどめっちゃ可愛かった。のこさんタイプだと思う。あ、そう。
あの人の今日作品は素晴らしいよ、本当に。最近風俗行った？行ってねえよ。お茶バカーザンス。お茶バカアート。お先に寝ます。おやすみなさい。バイトできるようになったらお茶バカ泣きますね。アーザンス。その心意気素晴らしい。はい。行けよって、てめえが行けよ。な。うん。このクソ童貞野郎。な、インポが。こんばんは。今日行きました。ああ行ったんだ。ファンとやったりしないんですか？やったりしないよ俺最近は、本当にマジで。マッチを口に加えてますの、マイブーム。なんかマイブームちょっと眩しいな、やっぱこれ。ざわわざわわ。最近は、うん最近は。そろそろバイト。え、こっからバイトなの？とんでもねえ事件から、時間からバイトあるんだ。足の指つったクソ痛い。タバコって美味しいんですか？普通。精神薬アイザンス。精神薬アート。俺もこの時間から、だからバイト行ったことあるよ。そうそう、ソファーはネオニーにやられた。うん、この時間から深夜バイト。大島くん、あの、この時間からでいいから来てください。くれたまえ。よろしくって。そう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 。本当は夜10時からなんだけどね。夜10時から朝の6時前なんだけど。たまにこの時間から俺も行ったことあったな。うん、カラオケバイト、深夜の。うん。うん。突然連絡来るんだね。だって俺近いもん。駅前、千葉ニューの駅前で、もうだいたい自転車でもう15分とかで行けるから。うん。そうそう、チャリチャリ。あ、チャリじゃねえわ。車乗った。車。うん、車だったからもっと早いか。10分ぐらいか。汗かいてる。汗じゃないよ。あれだよ、アベンヌだよ、アベンヌオーダー。カラオケバイト。セブンイレブンのおでんの何？結局あんま洗ってなかった。時給良いから深夜バイトしたいけど昼夜逆転したくない。あら、そう。時給良いからあった。俺だからそれでも、だから俺の時代はあのコンビニバイト900円だよ。900円か。うん。セブンイレブンの深夜、それも10時から朝6時、900円。だから今全然高いんでしょ、時給。お前ら。ね、昔は安かったっていうか、俺それでも別に全然、カラオケバイトって忙しい。まあ、やっぱ年末年始だけ。土日とか、それ以外は別に全然まだ。うん、学校卒業していじめから通ったバイトでもいじめられたわ。うん、深夜で夜勤で。うん、そうだよ。うん、カラオケのコンビニバイトも、あ違う、カラオケのコンビニ、カラオケの深夜バイトも、カラオケの深夜バイトはいくらだっけな、忘れちゃった。でもそれでも1000円とかだったと思う。うん、田舎はね、もっとやばいっていうの。そうそうそう。それ、俺はそれ知ったから、全然自分いいと思ったよ。そう。田舎はそう、650円とか、そうそうそう。昔はそう、時給安かった。今、東京の最低賃金1440円。ね、それ朝とか昼でもしょ。な。うん。昼まで1200円って、ふざけんなよ。うん。なんか顔が濡れてるね。うるせえんだよ、さっきから。な、アベヌだっつってんだろ、本当に。本当に耳詰まってんのかてめえ。田舎は、うん？楽器店は時給いいの？いや、楽器店は時給、俺だから深夜バイトじゃなかったから、最初のバイト俺だからね、あの学校辞めてね、高校辞めて、16歳で高校辞めて17歳ぐらいからなんかバイトやったんだけど、その時あれ
ま、マジで750円とか800円だった気がするよ。昼、朝の何時だっけ、忘れんの忘れちゃったな。とりあえず朝10時とか11時ぐらいから夜の8時ぐらいまでかな、7時か忘れたけど、750円スタート多かった。自分の与えてる工場は時給朝昼1300円ですけど、工場はけど大変って言うじゃん。俺工場やったことないんだよね。俺の周りモノくんしか工場やったことあるしかいないんだけど、もう工場だけは二度とやりたくないってあいつも言ったわね。あれはマジで、ね、心がなくなるって言ったもん。心がなくなってしまうって。そうそうそう、あの顔で工場は事故らしいね。俺工場やったことない。だからもう1週間ぐらいなんか試しにやってみたいよ、経験してみたいよ。ベルトコンベアな、そうそうそう、事務作業、元からないじゃんって。まあ本当のこと言うね。学生の時工場で短期バイトしたらパイナップル乗せるだけの仕事だった。そうだから、そういうの俺やったことないの。工場、心がなくなる。ひたすらおはぎを作る工場しんどかった。飛び出す絵本工場、まあいろいろな工場ありますけど、1年続いてます。そして今死にたいですでも1年続いてるからさ、まだ別にできてるんじゃないの。そんな、モノくんなんてマジで1ヶ月ぐらいで辞めたって言ったよ。派遣で、そう、派遣で工場やって、そうそうそう、しかも先輩に、なんかね、わけわかんないところ、先輩になんか一緒に帰るかって言われて、トラック乗せられて、でわけわかんないところで置いてかれてそのエピソード超面白いんだよね。死にたくなった時の対処法を教えてください。死ぬか自殺するか、まあ寝るか、なんだろうね、かわいそう。あとリスカするか、嫌がらせ、嫌がらせかどうかわかんないけど、とりあえずモノクはもう一生恨むって。あいつもそういう面白いエピソード結構あるよ、昔のね。あいつだからゲーム配信なんてクソみてえな配信してないでさ、雑談配信すればいいのね、俺みたいにこういうな、あいつな、あいつも面白いエピソードあるよ、いっぱい。昔の寝ないから思ってきた。そら意味もなくそういうことするサイコパス、そういうの喋ってくる。ゲームの方が楽なのかな。まあそうだね、楽そうじゃん。それはゲームの方が楽に決まってんじゃん。まあゲームはゲームで、別にゲーム配信はゲーム配信で、別に大変なとこあると思うけど、まあけど俺のスタイルに比べたら、それはね、それはだってのこさん、俺ゲームやったら、だって別に、だってコメントもさ、別にさ、こうやって全読みしなくてもいいしさ、なんだろうな、あのゲームにこうやってただゲームやってるだけじゃん。ゲームやってひょえーってね、あのリアクションすらいいだけでな。しかも大体別に俺大体そうですやんないと思う。何が楽しいか分かんねえ、ゲーム配信って。ゲーム一人でやりたい。リスナーに見れ見なんかリスナーに見られながらやりたくない。楽しめない、絶対楽しめない。単純にね、絶対あいつは楽しんでないよ。のこさんゲーム何やる？聖剣伝説、ライブアライブ、聖剣で、バルキリープロファイル、あとファイナルファンタジー6、5、そういうのかな。でもまあそれは俺が一人でやりたいだけで、まあゲーム配信をもしもやるってなったら、まあピアキャス昔だからね、10年前はゲーム配信俺とモノくんと親父3人であの時はそうだったの。親父も参加してゲーム配信、なんか踊る、なんかなんだろう、ウォータースライダーみたいな、ちゃんとそういったね、マットコントローラーマット買って、親父もこうやってやってるあれはけど楽しかったな、あれは楽しかったな、あの時、あの時のゲーム配信青春だよ、本当に青春
本当に青春。だからまあ一応俺がやるんだったら、だからそういうなんかリスナーも見てなんかやっぱ楽しめるっつうか、だって別にファイナルファンタジーとかやったってつまんねえじゃん別に、絶対さあんなんさ別にさリスナーゲーム配信でやっててさ、聖剣伝説とかバルキリープロファイルとかなんでもいいんだけどさ、やっぱスーパーマリオとか単純なゲームだったらさもっとわかりやすいじゃん。だからやっぱスーパーマリオが一番やりたいかな、横スクロールの、ね、星のカービィとか、そう星のカービィとか、野さんゲーム配信したら絶対見るって何が。だから俺昔から言うけど、俺ゲーム配信したら真面目に俺リスナー数リアルに4600人いくと思うよ。ゲーム配信者としてもっと極めたら、まあ、5000人6000人いくと思うよ。だっていい子、顔もいいし声もいいしリアクションもいいしね、ね、しかも天然で、そうバイオハザード俺の神配信残ってんだろ、あれも天然だからね。そうだよ、伸びないわけないよ。だけど俺そっちに行きたくないから、だからそっち行っちゃったら、だってさね、こうやってさ例えばバンドスタジオ配信でもライブ配信でもこうやって雑談配信やったら、ゲームやって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 スプラトゥーンね、大乱闘やってよって言われたりするんだろ、あんた。誰たらしねえや。だからゲーム配信者には絶対なりたくない。そうだったらそんなね、つつましくこうやってね、リスナー数こうやって少ない、まあ少ないとは言わないけど、こんなリスナー数でね、ちょっとね、やってる方が、まね、まったりやる方が全然まだまし。そう。まあまあ、うちのリスナーも、あとはね、そう、ゲームより歌ってほしいとか、まあまあ、確かにね、今でこそ確かに、そう。需要もね、そんなないと思うし、ね、まったり雑談、そう、うちのリスナー、そうしよう、今では。本当はゲーム大好きなんだよね。めちゃめちゃ、だって俺ゲーマーだよ、小学生の頃から。だってゲーム音楽に影響を受けてるもん、俺、自分の曲。マリオカート。一応ゲーム機は全部売った。昔ひろゆきと対談したら、なんで今嫌いになっちゃったの。別に嫌いじゃねえよ、おめえらひろゆきうるせえから言ってるだけだよ。別にひろゆきのことなんで、俺いつ嫌いって言ったの。ひろゆき別に特別嫌いじゃないよ、好きでも嫌いでもねえ、あいつ。おめえらはなんかね、世間がね、ひろゆきって言って、おめえらコメントでもひろゆきって言うから、それがうぜえだけで。そうそれがうぜえだけで。別にけどひろゆき別にな、まあそれはけどお世話にはなってるからね、俺ね。やっぱ兄ちゃんの小手半時代でね、あいつが作った掲示板でやっぱ俺成り上がったから、だから恩はあるけどね。でも別に好きではないね、好きなタイプではないね、ひろゆきって、好きなタイプではないね、俺は。あいつはサイコパスだよ。あいつは犯罪者呼び運で、サイコパスの犯罪者呼び運で、あいつは。サイコパスやる、クソサイコパスやるで、あいつは。サイコパスっぽいよね。よくなんか堀江さんとかね、ね、なんかたまにね、なんかよく比べられたりとか、比べられるっていうか、なんか一緒ふたにされることはあるけど、昔から堀江さんとひろゆきどっちがって、どっちが、まあ俺どっちも会ったことあるからね、やっぱ全然堀江さんの方がやっぱりね、
愛を感じるよ。まとも、まあ、まともって言ったら、まあ、なまあ俺のだ、まあ、まずはだから俺をどっちとも仕事したけど、そのまあまずあの堀江さんはあの一緒のね、俺だから俺昔から俺堀江門のこと堀江門って言わないじゃん。ね、俺は絶対堀江さんって言うじゃん。堀江門って呼ばないじゃん。そんぐらいは俺はだからね、なんかちゃんとリスペクトもあるわけよ。あ、だって堀江さんはだってあの人一緒にテレビ番組でた時ね、最初もう俺が着いた瞬間に、あの楽屋着いた瞬間に先に楽屋行って、そうちゃんと先に楽屋行って、やっぱね、まあまあその世間のイメージ通りグイグイはね来ますよ。それはプライベートでもなんか一緒に飲んだりしたけど、グイグイ来るとこあるけど、それでもやっぱちょっと愛をね、やっぱ愛というかなんかね、グイグイね、嫌いな人は嫌いだと思うけどグイグイ来るとこあるけど、でもやっぱどっかしらはやっぱまあちゃんと気使ってくれるとこあるなってのはやっぱ感じたもん。ひろゆきはもうだってさ、あいつはだってガチでね、もうじゃあ対談始まりましたってひろゆきいないんだよあいつマジで遅刻、して、そう、しかも新生かまっちゃのこと全く何もしね、あんまよく分かんなかったし、なんでこいつ対談引き受けたバカやろと思ってさ、本当にさね、ひろゆきは多分ね、あの時対談したのは一回2チャンネルでさ、だからひろゆきってまあなんか一時期ね、まあバーって言ったじゃんネットで。でも一回なんかちょっとそのひろゆきの名声もちょっと落ち着いた時期あったじゃん。まあ分かる人は分かると思うけどね、そん時に俺対談したんだよ。だからあいつもなんか瞑想したんだね。あいつも瞑想したんだよ。ひろゆきの遅刻さ、病気なんだろうな。にちゃん追われた頃だっけ、そんな時期が。ひろゆきって仕事選ばないイメージ。いやそんなことないと思う。お金がなかった、いやお金は別にあったと思うけど、まあいいや、まあそんな感じです。はい、いろんなことある。今伸び伸びしてますね。伸び伸びしてるあいつ別に殺されるんじゃないですかね。野子さん、そうそう眠いです、どうすればいいですか。え、おちょぱくしてください。ひろゆきが配信でバズったの、野子ちゃんのことも参考にして、そう捨てるわけないじゃん。恨んでる人多いっしょ。国家損害賠償を起こしたらしい。何それ、国家損害賠償って。この前ひろゆきさんガールズコレクション出てましたね。弓で撃たれたらよかったよな。ね、ボウガンとかで。あ、お前ら気をつけろ、ボウガン持ってるやつ。来年の3月でボウガン持ってる、ボウガンあれ、もうあれ持ってるやつは逮捕されっかんな。気をつけろよ。詳しいなって。何が。だって俺は処分したけど、もう特に。のこさんの配信をもっとバズってほしい。俺の配信、いやそう、まあまあそういう人言ってくれるのはありがたいけど、まあ別にけど俺は全然コメントあるしね、お茶爆もね、金稼ぎもできてるし全然、まあまあまあ。ライブハウスにボウガン持ち込みありですか。何言ってんのお前。いいよお前持ってきて、持ってきたらお前本当にね、どうなるか分かってんのここの野郎な。俺が殺す、俺が死ぬぞ本当に。や、ひろゆきさんがタップルの広告やってんのが面白いです。何それ、見たことない。ボウガンって聞くとカモさん、何カモカモカモ。俺ボウガンって聞くとあれワンピースのあの片手のボウガンが出てくるような、片手のボウガン。ありがとうございます。何が。レペゼン地球のことをどう思ってるか聞きたいです。何なのどう思ってるか聞きたい、どういうことなんかそれを、それ別に何とも思ってないけど、そんな特別。
あ、それモーガンか。レペゼン地球のことをどう思ってるか聞きたいですって。なんで？スカイピースのネタって面白いと思う。いや、思わないよ、全く。けど、あいつら俺、いいやつらだから。全然ディスらない。LINE も交換してるし。タップルってマッチングアプリです。知っとるわ、ボケ。お前のディスは愛がある いいポジションだよな。そうなんだ。何が？マッチングアプリ配信してほしい。うるせえんだよサッカー。何でもやりたい配信だったらやるよ。けど普通にやっぱ雑談配信しかしないよ。こうやって、何マッチングアプリ配信って。大体意味わかんない。マッチングアプリ配信どういうこと。ツンデレっぽく聞こえる時があるよ。何が？スカイピースと交流あるよ。 Tinder で女あさるのやめてもらえます？俺それまでやってないよ。Tinder とか登録もしたことねえよ。そういうなんかデートアプリ。Tinder ゴールドってなんだよそれ。知らねえ。まだってなんだよって。何が面白そうじゃんって、ね、俺堂々と申請かまっちゃうんですってやるよ。プロフィール欄やるとき、Tinder みたいな、わかんねえけど、なんかそういう デートアプリ、やるとき、まあやることはないだろうけどな。もしもやるときは、そう。もう、絶対プロフィール欄申請、もう俺全部ちゃんと、こと、申請かまっちゃう。ね、メジャーミュージシャンですって。まっすぐでやるんじゃん。のこさん、星座取りに行くのは年に何回くらい行かれますか？もう最近はどんぐらいだろうな。最近もう3ヶ月に1回くらいしか行ってないな。毎回思うけど、のこさんみたいなすごい人、気軽に、お前気軽すぎるんだよ、この野郎。敵のことばっかりやって、この野郎。一番わかりやすい自己紹介。もうちょっと考えてからさ、ちょっとさ、コメントしてよ。ね。ファンがすね、ね、なんか寝ぼけてんのかなんか知んねえけどさ。病気に気をつけ。英語での質問強い。出会い系に申請かまっちゃうタグあるよ。あ、そうなんだ。それ、ちょいちょももう。わんさか緑じゃん。じゃあ俺新生かまちゃんタグあるんだったらよりどり緑か。よりどり緑じゃん。モノくんやればいいのにね。だからね、まあモノくんはけど、まあ今は恋愛恐怖症だからか。もう PTSD になっちゃったから、あいつ。もう完全にね、故障しちゃったからね。あいつはもう無理だ、立ち上がれないね。モノくんこそそういうのね。確かにな。けど、ミサコ、けど、無理だったんだよね。ミサコは結局な。ミサコ結局、彼氏できなかったじゃん。な。デートアプリ使ってな。そういう Tinder みたいな。あいつな。な。だから結構やっぱシビアな世界だってことだよ。な。シビアな世界だってことで。モテツはなに、セックスぐらいしたのかな。ね。何人かあったのかしら、わからん。おちょばっかアイズダンス、のこさん大好きです。女は入れ食いじゃないのか。知らんよ、マッチングアプリやって。俺はだからスタービーチしかやったことねえからわかんねえや。マッチングミサコ頑張ってたね。ミサコができないとかないだろうって。何が？だからできない、本当にできない、できなかったよ、マジで。これマジで。ミサコはどんな音のタイプなんかな？知らん。でもなんか、聞いたことある気がする。
とりあえずなんか難しい感じだった。AIP 消費され、消耗され。気になるのかよってな、何が。寝落ちした理想高そう。本気なものほど難しいのかな。もう寝ちゃいそうじゃん。じゃうてないが。そっちが。ストライクゾーン、狭い。そう、なんかそうそう、聞いたそう、狭い。なんか案外広そうで狭かった。ああ。そう、理想が、なんかね、そう。のこさんがね、そう。推し活理解してくれる人かな。何が。知らないよ、そんな。みさこに聞けや。エールライブとかいうわけわかんねえとこであいつら配信やってっから。な。俺に聞くな。ピンポイント。アイドルとバンド活動を理解してくれる人じゃないと。え？まあ、とりあえず、みさこに聞けや。みさこさんを支えてくれるような人現れたらよいね。俺がいるじゃん。大人になった時、私をさ愛してくれる人になる。てめえの話してねえわ。どこだよ、それって何が。Lライブっていう、なんかわけわかんない、なんか本当になんか4次元みたいな場所あるんだよ。ね、4次元空間みたいな場所。確か一緒にネットゲームする人しかもう残ってないって言った。あ、そう。アプリは会話目的の人はいるのだろうか。のこさんみたいな人好きって前言ったよねって。それ初耳なんだけど。マジで？え、それ俺初耳なんだけど、みさ、これ嘘だろ。俺そんなん俺初耳だよ。え、これ本当に？私のこさんみたいな人大好きやんって。本当に？え、マジで？直で言ってたよ。ちょっと待って。マジで？いや、全然俺直で言われた記憶もねえし。夢だろ、それお前の。夢だろ、お前の。さあ、嬉しいよ。さあ、嬉しいっすよ。俺結構けど、美佐子さんは結構俺みたいなやつ逆に違うのかなってずっと思ってたから、その恋愛対象としてね。付き合うわけねえだろ。そう、恋愛対象として、俺みたいな人は違うのかなってずっと思ったからね。意外だな。しかも直で言われたんだ。のこさん恥ずかしかった。やべえ。やば。もうこれちょっと、俺ちょっと、健忘症、もう記憶喪失だわ、これ。ダメだ、もう病気だわ。健忘症だわ。全然覚えてねえ。全然覚えてねえ。それいつの話だよ。全然覚えてねえ、俺、マジで。いつの話？ああ、な、昔だったらそんな。それは覚えてない。最近じゃなくて終わった。YouTube に残ってる。破局した時のリスク。いやいや、そんな風に見れない。恋愛対象としてさ、お互いそうでしょ。恋愛対象としては見れないでしょ。最近、強引アンダーグラウンドのウェブインタビューの記事が良かった。売れなくなってもバンドやってるのかっこいい。ゴーイアンダーグラウンドって懐かしいな。相当これから意識しちゃうかな。意識なんかしないよ別に。だいぶ初期のような。のこさんって忘れてしまうことも多いね。興味ないことは忘れるんじゃん。昔の映像で見たような気がする。渋谷、家族みたいなもんか。グラフィティ。デレデレしてる時好き。つまり、美佐子に興味ないんかい。お前はもう、なんか、あれか？もう、0、1、1、100、100、0、0100か？ 0100 人間かてめえは。おい、こら。本当にや。めんどくせえな。
ゼロ百人間ってマジめんどくせえよね。ゼロか百でしか物事なんか判断できないやつ。ね、私です。本当に超めんどくせえそうやつ。ラッキーキリマンジェロって何が、さっきからうるせえんだよ。てめえのバンドだそれ。とにや。青茶ばっかりざんす。長時間配信お疲れ様です。お先に寝ます。おやすみなさい。はい。バンド前で結婚するの結構多いよ。本当？桑田さん、サザンオールスターズしか死んねえぞ、俺。バンド内で結婚なんてずっとね、まだこれ ソニックユースもさっき、なんかわかんないわ。バンドやっててなんかなんだろう、なんかほんと家族とかしか、かそういう感じでしかやっぱ見れないかんな、異性。そんな俺、まあ俺の感覚は、そんななんか異性として見れないっていうかね。そう、仲間あ、精神薬アイザンス。寝落ちする前にお茶バックします。大好きです。アイザンス。ブリグリ懐かしいな。シナロケ。最近のバンドは、なんかいないよね。ミサコはずっと待ってるぞ。いや、ない。結婚したらフリーキャスで配達する。何？結構いるんだ。のこさん、可愛い方と綺麗な方どっちがタイプですか？そんな男からしたら可愛い方と綺麗な方どっちのタイプに決まってんだろ。なもん、どっちも抱きてえよって、なもん、可愛い方と綺麗な方って言うけど、夫婦は仲悪くなった時辛そうだな。え、辛そうでしょ。のこさんはロリっぽい子だよね。俺はロリっぽい子、可愛い系。まあでも別にどうだろうね、可愛い系も確かにね、別に全然好き、当然好きだけど、綺麗系も別に嫌い、当然嫌いじゃないよ。男はみんなそうでしょね。昔宮崎葵、そうだね。顔と金ってさっき言ってたやん。何が？顔と金？どういうこと？それはあれだろ、女からしたらだろ。男からしたら違うだろ。見た目じゃなくてフィーリングでしょ。いや、見た目だよ。フィーリングも大事だけど、見た目も大事だよ。サバサバした人と頼りない甘えん坊ならどちらですか？いや、知らん。そんなもんはもう、まあ、ざっくり言うと、なんか甘えん坊でもなんかうっぜってなるかもしれないし。うっぜって。ね、いっぱいなんかメールなんか飛ばしてきてね、かまってって、だからそれで俺喧嘩ね、いっぱいしてきてるからね、元カノとか。巨乳と貧乳どっちですか？だから巨乳だからめちゃめちゃなんかそんななんかね、なんかものすごいボヨヨーンだったみたいな感じじゃなければ、
ああ結局タイミングじゃねえ。それではうざいね。あのちゃんって本当は何本当はってのこさんのこと好きよって。本当じゃなくても俺のこと好きだよあの子は。うん別にその友達としてね。うん俺もあのちゃんのこと好きだし。うんもうな仲いいからね。そんな人も私も嫌だ。何？進撃のミカサみたいなタイプはどう？ああちょっと違うかもな。ぽよよん。お前ポークビッツはね偉そうだな。何が？そんなことねえだろ。俺が勃起した時見たことねえがってめ。なんか同じ質問をここ数日の3回くらい。いやこの数字じゃないですよ。もう毎年毎年もう3回に1回はもう大体同じループだから、ループ芸だから俺の配信。スイカほどの人かな。のこさんがお餅ペッタ言ってて微笑ましく受け止めてくれる人がいいね。ポークピッツ、あ今日だけ何回目か。何の話が。コベニちゃんはずっと待ってくれそう。のこさんからかまってってするときないの？あるよ。あるあるある。あるに決まってんじゃん。ないときはあんまりないけど、振りキャス多かったからかな。何の話？例えば、どういう話題系が？下ネタ系ってこと？オナニー配信の画像を見たときの衝撃は忘れられない。ループ雑談の中に、漢字が読めねえんだよ、ほんと俺。微塵な違いを見つけ出すのは最近のマイブームです。ロが見えて。のこさんは猫系、犬系、俺なんか猫系って言われる。好きなタイプとか、一連の流れ、それもう15年前かじゃん。で、俺、オナニーデリバリーワズリアル。何オナニーデリバリーって。ワズリアルって。という意味。のこさんの好きなタイプの話じゃない。そんなん昔からでしょ。タイプの話かな。貧乳系ね。別にそんな。だからでいつも別に話してるからね。あや追いかけ覚えろよ。てかお前らよ。っていう話なんだけど。もうだから567回ぐらいもう言っていろんなことを話してきてんのにさ。ね。いい加減覚えろや。な。忘れんね、こんな重大な話。新規ファンもいるからね、確かに。のこさんも年齢によってタイプ変わるんじゃね。なんだろうね。そんな感じしないけどね。のこさんの恋愛事情が知りたいんだね。そういうことだと思うけど。微笑ましいなと思う。恋愛事情は知りたいって言ってもずっと俺彼女いないよ。もうかれこれ10年いないんじゃない？でも10年とは言わないか。わからんが。もう何年かもわかんねえや。配信聞き続けないとなかなかわからないもんね。人気者やな、ほんと。気まぐれのこさんすべて受け止めてくれるのは何？菩薩じゃないと。そうなの？菩薩じゃないダメ。セフレを何？潤すのが次の流れ？何？セフレを潤す？音楽は恋人？何言ってんの？そんなこと思ってないよ、別に。7年くらい。You really don't have a girl, ね。Why?Why? なぜ？なんだろう。やっぱなんか、俺にはなんか合わねえなって思ったから。やっぱいろんな俺も甘酸っぱい思い出がいっぱいあるし。俺にも恋愛の、過去の恋愛の甘酸っぱい思い出がいっぱいあるしさ。そういうのは配信で
話したことねえけど、あんま話したこともあるけどあんま話さないけど、そう、うん、話してないこともあるよ。ああ、聞いた、やだ、言いたくない。そうそうそう、いろいろありますよ、俺も。当たり前じゃん。さあ、少し素敵。うん、のこさん、近々彼女ができそうな気がする。彼女は、まあわからん、うん、思い出があるよね。大事な思い出けど、全部大事な思い出だよ。うん、大事な思い出だし、やっぱ喧嘩別れしたとしても、別に俺は本当にね、まあどんな人であっても、俺となんかやっぱしね、直で知り合った人は幸せになってもらいたいよ。それを常に願ってるよ。うん、チューして帰った、それ最初の香りちゃうんだよ。やさおだな、うん、優しいね、優しいっていうか、うん、まあ優しいよ。でもその気持ちはわかる、相手に対して。うん、逆にだからね、そういった相手とのさ、別れた時とかさ、思い出を全部さね、燃やすとかって、逆の人もいるよね。もう全部燃やしたりとか捨てたりとか。俺はそっちじゃない、もう真逆だね。全部ちゃんと保管する。あとデータ、あのちゃんと俺ファイル作って、そうそうそう、今でもずあの残してるよ。うん、ファイル作って、写真とか、うん、思い出があるとそれだけでも支えになる。のこさんのそういう考え方素敵です。そういう経験も曲になってるかな、知らんが。ありがとうございます。わしも全部残すさ、人によるかな。まあまあまあ、別れ方とかによると思うけど、女性は上書き保存、男性は名前をつけて保存って、なんかね、昔からなんか言うけど、思い出、まあまあそれは分かんない。思い出はとって、関わった人は嫌いにならんな、うん、俺もそういうタイプ。関わった人は嫌いにならない。たまに見返すの、いやー、そんなことは見返すこともそんなないけど、うん、まあまあ、でもなんか、ね、写真消しちゃう、ああ、まあ別にそれを悪いとは言わないけどさ、うん、ファイル、うん、俺はファイルに、そう、ちゃんと、うん、まあファイルにしろ何にしろね、うん、プリクラだって残してるし、うん、プリクラもね、プリクラも一緒に撮ったな、うん、それも残してるし、ちゃんと奥底に心の花瓶。そう、別れ方によるね。騙されてた人だけは悪い意味で忘れないまあそれはね、嫌いになれない。女も自分も全部残しちゃうタイプ。女の自分も恨んで嫌いにならないと前に進めないな。別れ方にも、残してるの新しい恋人にバレたらブチ切られる。それ器小さくね。マジでそんなやつ。可愛い、一緒だ。心の中に思い出だけ取っておくよ。ああそう、なんか全部なんか捨てて心の中に、まあまあそれでもいいんじゃないですか。うん、さあ、そうだ、 まだ好きなんじゃないのってことかしらね。うん、まだ好きなんじゃ、女の子は嫌でしょって。何が、どういうこと、何、女、どういう意味で女の子は嫌でしょって。隠しといてほしい、君のことは許せない人は写真燃やしたわ。まあそれは別れ方、それはそういう感じだったら、うん、詐欺師とかに引っかかったんでしょ。意図的じゃなければ、相手の住所とか電話とか、お誕生日とかも記憶に残ってる、みんな。あ、意図的じゃないけれど、うん、なるほど。残すのは買ったけど、目につかないとこに置いといてほしいね。ああ、そういった話ね。その話ね。うん。それは、まあまあ、それはそうでしょ。うん。そんな額縁に飾ったりしねえよ。思い出、残されてもとか。
学問、それはだから奥底にしまう。写真捨てられないよな。別にそれは彼女とか恋人とかだけじゃなくても、それは今まで出会ったね、それはお、ね、女だけじゃない、男だってそうだよ。やっぱ記録っていうのは、俺やっぱなんだろう、やっぱね、やっぱ俺って特別なね、気持ち寄せてるよね、記録に対して。まあこの配信記録もそうだし、やっぱ記録っていうのはやっぱ俺素敵だと思ってるんで、やっぱ思い出にこうやって残るっていうのは何にせよ。見えないようにはしてほしい。嫌だ、それ。マグネットにするの。勝手に消されたことある。それはそう。語られたら嫌だけど、選ばれたのは私って思います。記録か、残ってないな。今年もクリスマス一人なのかな。いや、僕クリスマス配信しますよ。だからお茶番ください。物持ちがいいのもそういうことなんだろうね。ああ、俺がね。まあちょっと分からんけど、考えたことないけど、そうなのかもね。知らん。野さんは全部記録されてるもんね。俺はね。ありがたいよ。ほんと記録として残すって。俺なんてめちゃめちゃほんとそうよ。ありがたい話よ。残してても私めったに見返さ、ぬかいな。ある頃から思い出出さなくなった。でも消えるものにはドライよね。消えるもんにはドライ。俺？消えるもんにはドライってどういうこと？俺？どういうこと？記録は記憶。記録に残さないと忘れてしまうこともいっぱいあるし。脳さ、記録より記憶に残るよ。逆に嫌になって捨てたりするの。何が俺？ないよ。俺はとりあえず記憶。そんなん一回も多分ないと思う。大切にするの分かるわ。どうぞ。ココログとか？だってあれは仕方がねえじゃん。あれは仕方がなかったことじゃん。不可抗力だから。ドライ、別にドライになってるわけじゃねえや。あれに対して。あれはもう何ともうんともすんともいかなかったからだよ。いずれ死ぬって言ってるやん。ああ、それはね。それは実はそうじゃん。いずれ全部無になるんだよ。いずれ全部無に、無と化すんだよ。ね。いずれ全部無に帰すんだよ。な。でも別にそれ生きてる間はさ、別にそんな無じゃないじゃん。生きてる間は。だから生きてる間に、ね、この一瞬一瞬をさ、って俺は言ってんじゃん。記録だって同じことだよ。別に俺なんか、まち、な、なんもなんかブレてないじゃん。ね、言ってること。いずれこの世界、作品も人間も宇宙も全てなくなるってラスボスみたいなこと言ってっけどさ、全然ブレてないじゃん。だからこそよ、生きてる間にこの今あるこのリアル。自分が急に死んだ時に流出するとまずいから。何？写真など、そうそう、何なんかまずい写真あんの、お前。生きてる間めっちゃ生きてるって感じ。一瞬一瞬。かまちゃんの音楽って日本がある限り残ると思う。普遍性があるから。めっちゃいい。そこも芸術だ。まずい写真はみんなある。スクショどうないでしょ。次枠行く？あと10分で終わりか。ちょっとまあ、あとさすがにもう終わりにするんで、さすがにもう終わりにするんで、あと10、もう10分で。ちょっとお茶爆、じゃあちょっと最後にもらいますわ。早いな。4時間もしてんだね。いや、今日はけど10、16時間ぐらい配信してるよ。朝から。お茶爆ありがとうございます。朝から16時間ぐらい配信してます。そう、死だけはみんな平等だから大好きだよ、俺は。お茶爆ありがとうございます。お茶爆アート。そう、
この不平等なね世界で死だけは平等だから愛してるよ。久々に全部見ました、挨拶。久々に時間あったから挨拶。挨拶たくさんして、あ、お茶バックもありがとうね、お茶バックも挨拶。配信いっぱいされて楽しかったです。確かに死神みたいな愛してる、本当にそうだね。感想はね、ありがとうございます。どうしよっかな、この後なんか中途半端にちょっと眠くはないんだけど、逆に死以外は全部不平等なのかも。なんか食べ、眠くなったってずっと寝た。めっちゃ寝た。眠くないの、眠くないのってやっぱ結構寝たかな。表現者の欲求の一つにあんな平等だと思う。なんか深すぎてちょっと俺の頭には理解できねえわ。とりあえずあと少しは体が楽になってきたかな。のんびり、いやもう十分のんびりしたよ。眠れたんだ。あ、お茶ばっかりざんす、あいざんした。お茶ばっかりざんす。ネットさとか時間も平等、そうっす。老いもしこそ何なんか難しいなんかこと言うね。死だけは平等って今日しみじみと思ったら刺さるわ。配信すると体調良くなるのかな。いや配信すると疲れるよ。だからお金起こせっつってんだろな。特に今日16時間もやったんだから、こんなもん時間も使ってるし精神力も使ってるし、体力も使ってるしね。脳のシナプスも多分なんかちょっと多分ね削れてるし。久々に配信ありがとうございます。とにかく回復してきた。今日夢に残さないできて嬉しかった。すごい。お茶ばっかりざんす。お茶ばっかりだと。まあ16時間もやってないけど10時間やったね。不安定な一日が配信で救われました。ありがとうございました。いやいやこちらこそ。お茶ばっかりざんす。10時間だけどねって平気で言うけど狂ってるって。気違いでしょ。精神薬ありざんす。いやこんなことも多分ね、だから今しかね、そう、将来絶対無理だろうな、こんな長時間も10時間とか、まあ体力あるからいいけど、ね、50代60代だったらさすがにもうちょっとねもう1時間で勘弁してって2時間で勘弁してみたいな感じになるんじゃない。さすがに10時間無理だと思う。いやお前どうかなって、いやお前やったことないから分かんねえんで、分かって、これほんとやったら分かるからマジで、まあ、やる機会なんかないと思うけど10時間とかほんとにやばいからね、終わった後マジで。今日は別に楽な姿勢でやってっからいいけどさ、ぶっつけ10時間終わった後の疲れほんとにやばいからね。これ別に誇張抜きで、とんでもない。いや疲労感やばいよ。疲労感もやばいし、コメントしばらく流れるもん、ニコ生だったらこうやって宙に。これほんとギャグで言ってないからね。配信でも筋肉痛になるだろうなと思うよ。そうだよ、だからずっと話すのは、そうだよ10時間とか、そう何 ?1 時間で5時間ぐらいするけど、寂しくなっちゃわないって何が。農産とことんすごいよ。しばらくそうフリーズする。そんぐらいやっぱずっとこんだけ喋ったらそうだよ。こんだけだってさ、例えば今でも4時間でもずっと喋り続けてさ、それでいきなりさ、配信切ってさ、ってなるわけでさ、それはもう想像できるでしょ。精神薬アイザンス、長時間アイザンス、
今だけなのかなって思うと貴重だね。今を楽しむ。だから割と真剣に見てる。あざす。偉すぎる。ライブ終わって少しさえやったのかなって何が。何百人も相手にしてくれて本当にありがとうね。スマホ見続けるだけでもしんどいもんな。現実でもうすぐ。お茶ばっかりざんす。お疲れ様。ありがとう。こちらこそ。配信してくれる間一生懸命コメントしてる。静寂が。のごさん何にでも限界突破するね。はい。リアタイで知ってる数年でも変わってるか、また変わっていくだろうね。はい。あと、それ聞いたら投げざるを得ないね。いや、俺、それ聞いたら、いや、昔から言ってんじゃん、これ。本当に。みんな覚えといてよ。俺、結構言ってんぜ、これ。だから、替え投げろっつってんだよ。うん。うん。そんぐらいのこと、そんぐらいなんだよ、これ。誇張抜きで言ってるわ。そう、長時間スマホ片手に持ってるだけで、そうだよ、これ。これも手、プルプル、ね、震えるしさ。マジで、切り傷とかできるし。これからどんな配信なのか。長時間やって寝てまた長時間とかよくやってたよね。検証になりそう。その意味は分かってるつもり。お茶ばっかりありがとうございます。嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうしかない。はい。ありがとうです。お茶ばっかりありがとうございます。お茶ばっかりありがとうございます。9時間とか。まあまあまあ。ありがとうございます。でもまあまあ、全然皆さんも皆さんで同じだからね。ずっと配信見たりとかね。みんなはみんなで見てる本もね、そう。うん、まあ寝落ちとかも脱げたりとかあるかもしれないけど、まあみんなはみんなでね、やっぱね、やっぱそういうのもね、あるからね、同じね、疲れとか。うん、お茶ばっかりざんす。お疲れ様でした。お疲れ様です。24時間見たお疲れ様。のごさん何時ながらまず寂しくなるからね。そういえば持ちっぱなしお疲れ様です。いや使えないですから。こっちも確かにスマホずっと持っとるな。また気が狂ったら配信お願いしますね。配信昨日の朝から配信行けて嬉しかったお疲れ様。配信あるから一人暮らしも寂しくない。お疲れ様です。のごさんの配信なくなっちゃったらどうしよう。まあそうそうないよ。こちらも配信見終わったらぼーっとしちゃう。長時間お疲れ様です。一日ありがとうございます。こちらこそ、あとね、久々にずっと足見えてる幸せです。自分、まあ、なんか漢字がちょっと読めない。慢性なんとか痛だから腕痛くなります。I'm going to sleep, のこちゃん。Yeah. I'm gonna sleep. Maybe. One masturbation. お疲れ様。うん。慢性疼痛。本当にお疲れ様。お疲れ様。ありがとうございました。大阪もよろしくお願いしますけど、大阪行くの別にあと別に2日後とか3日後とかでしょ。そう。うん、まあまあ変わんない。まあ大変ですかもしれないし、録画してチェーンズみたいな。やいや、てめえの話か。お疲れ。うん、ありがとうございました。栃木もね、よろしく。明後日出発。20日に行くなら明日じゃない。いや、何が違う。ライブの前日だよ。だから2日後とかじゃないの。明後日出発でしょ。うん。だから大阪には全然全回復してますよ、多分。まあ全回復かわかんないけど、とりあえず回復はしてますよ。うん。おやすみなさい。配信終わったら、いや、何すると思う。僕も栃木行きます。よろしくお願いします。今日水曜日で出発は金曜日じゃない。21日でやれて。何が？あ、まあ、とりあえずは分かんないけど、明後日ね。楽しみです。お疲れ様。おやすみなさい。朝何？おやすみなさい。お疲れ様。おやすみなさい。おつのこさん。おやすみなさい。ライブ見に行くと思います。おやすみね。長時間。お疲れ様で。寒いか？あったかいです。のこさん、おやすみなさい。のこさん大好き。おやすみなさい。感想2回もお疲れ様。大阪楽しみ。おやすみなさい。ありがとう。またね、長時間ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様。おやすみなさい。グッドナイト、のごちゃん。グッドナイト。はい。おつのごまたね、またね。お疲れ様。またね。おやすみなさい。体調気をつけて、まゆっくり休んでな。気をつけて、ありがとう。